では始まりました共通テスト対策講座ですね共通テスト対策の講座になりますね、えー、英語リーディングになりますねまず、まあ、英語はリスニングリーディング両方やるんですけどもまずはリーディングの方をやっていきたいと思いますね、まあ、大問というか長文はね10個ありますのでそれぞれね1回1回分けてですね10回にわたる講座だと思ってくださいまあなんといってもねそう長文しかないっていうのがこの特徴なんですけども 嫌いだ、やだ、やりたくないって人と、よっしゃラッキーっていう人で別れるわけですよ。まあ、結構ね、巷ではセンター試験とどっちが難しいんだとかっていうので。揉めてる人が多くいるんですけども。まあ、東大とかね、京大とかさ、えー、すごくトップ校を目指す人からすると。今のところ、まあ、共通テストの方が簡単なんじゃないかと言われていますね。まあ、まだ実際の思考問題があるだけで。実際には行われてないので、わからないですけども。まあ、今まではね、発音アクセントとかさ、文法とかさ。知らないものが出ちゃったら、もう解けないっていうふうになってたのが、そういう問題。 問題が出ないからあ確実に正解できるえだから満点取れる可能性が上がるからよしこっちの方が余裕だぜ簡単だぜって言ってる人たちですねこれが難関校を目指す人たちですねでそれに対して難関校とか目指すレベルではない人たちはいやもうさ長文ばっかで嫌だと10個もある疲れちゃうもうこんなんやってられない時間が足らない終わらないですよ共通テストの方がセンターよりむずいですよっていうこの2つ分かれますね。そううですすだから皆さんのレベルによって感じ方は違うと思います でまあこの講座はですね当然、このね取れないよどうやって読んでったらいいんだよわかんないよっていう人たち向けにはなっていくと思います。まあいろいろね、えー、ただ共通テストのリーディングの話だけしても面白くないと思うので一応普通のね受験にも役立つものをやっていいいきたいと思いますで使う問題はまあ試行テストになるのでまあ、概要欄とかにリンクを貼っておいてありますので、えー、ぜひ、ね、解いてない方は解いてから受講するようにしてください。はいじゃあそのね速読 っていうのをね話さないといけないんですよそう速読しないと終わらないわけなんですけどじゃあその速読方法ってどうやるのかっていう話をしますねえトップ校を目指す人はあ、精読でいいですよもう精読早く読める人たちですから全部読んだって終わる人たちですからで、こういう人たちは普通に読んでって普通に全部解いて普通に全部正解すれば構いません、ね、そんなんできないよ時間足らないよっていう人向けにまず話しますで忘れちゃいけないのは精読ちゃんとやってくださいね 精読やらないで速読いきなりできるようになるかって言ったらそれ難しいんですよ、ね、だから精読ができるってことが前提になるので精読のちゃんと練習も積んでいってくださいねはいじゃあ共通テストというか、まあ、4技能試験があなたたちにやってほしい 速読方法っていうのは二つに分かれますね。一つがスケメン、二つ目がスキャニングというふうになりますね。で、ほとんどの場合はおそらくこのスキャニングを使うことになると思うんですが、違いどうですか？知ってますか？ 上のスケメンスキミングと言われるやつですかなんか聞いたことないですかあ,あそうそうそうクレジットカードね情報がスパッてね盗まれちゃうやつそうそう私もカナダでやられましたからねスキミングされてさすごかったよクレジットカード使えなくなっちゃって現金ほとんど持ってなかったからいきなり生活できなくなっちゃってそうクレジットカード止められてえ使えないんだけどねみたいなねなってねで国際電話で日本のねクレジット会社にね電話かけたらさえなんか異様な使い道が が出たたので止めましたってて言われてえどういうふうに使われてたんですかって言ったら「えっ、ー、とサーマンはカナダにお住まいでカナダで毎日いろいろ買い物されてたんですけどいきなりですねスペインで車のタイヤを買ってらっしゃるんで」って言って「えー、みたいな「それが、えー、10万円ぐらいになりますね」 その後ロサンゼルスの方でですね約40万円ぐらいホテルでお使いになられております40万一晩でホテルってどういうことちゃみたいな、ね、しかもスペインにいたのがさアメリカのロサンゼルスに行っているんですよそういう感じでそうクレジットカードの情報が盗まれてたんですよそういうのをスキミングというのでさっと取るやつなんですけどそうですさっと読んで概要が分かることをスキミングと言います。と、はい、と読む、ね、サッと全体概要が分かる はい、こういうのをスキミングと言いますねこの文章をスーッと読んでやるやつですでこれは結構大変ですねサッと全体を読むっていうのもだ斜め読みとかって言われるんですけどできるもんじゃないですよそんな簡単には、えー、だからスキミングをさあやれとはあまり言いませんただまあ普通英語のね教授法とかではこれやるんですよ、ね、本当にやるんですよサッと全体を見てこうスーッとっていうふうにできるように訓練するんですでも日本人の生徒たちは大体できなくて困る。 他の国の人たちはできたりするんですけどでもね本当にできるんだよねネイティブだったらねこれ見てきてるから何度もそう大学の、ね、時すごいやっぱりで、ね、宿題がめちゃめちゃ出るんですよ100ページ200ページって当たり前なので普通に一授業で、えー、だからそれを全部読むなんてできないんですよだからネイティブたちはこれやるのが当たり前なんですねでだから外国語を教える時もこれをやりなさいっていうふうに習うわけです。 こんんなななのやらきゃいけないけです,かそうですだから g − t e c の問題とかやってる人だったら分かりますね、えー、ありますねこの概要を把握しなきゃいけない1分で解かなきゃいけないんですよ長文あって1問あって1分で解くっていうのでほとんどのね生徒たちは解けないんですけどこれをやらないと解けないようにできています次はスキャニングですね、えー、スキャニングっていうのが、えー、必要な情報を抜き取るっていうやつスキャンするっていうやつなんですね 情報がバーっといろいろある中で自分に必要な情報だけを抜き取るっていうのがこれがスキャニングになりますねでそうするとえ何それっていう風になるかもしれないんですがいや日常皆さんやってますよ本当に、えー、普段からやってることなんで母国語だったら難しいことでも何でもないのでえー、いつやってるかって、えー、まあいっぱいありますよ例えばですねテレビ欄ねあれ皆さん どうですか、まあ、地方によって書いてあることは違うと思うんですけど、まあ、関東地方だったら NHK からフジ、えー、テレビまであって、まあ、ずらーっと並んでるわけですよ、ねえー。山梨県とかだとほとんどチャンネルがないからほぼ何もないみたいなね,、はい <laughs> ねまあ、番組表ボタンを押したらほとんど真っ暗じゃんみたいなね、はい、そういうところもあると思うんですが、まあ、テレビ欄を清読してる人なんていないはずなんですよ。えそうででしょテレビ欄全部読んんます皆さん ね、こうやって NHK の朝4時からフジテレビの深夜3時までさあ静読だみたいなねこの時間にはこれがやってるみたいな感じで読む人なんか誰もいないですねそういうことなんですよやらないんですよそんなことね普通はこう自分が見れる時間だけ見るとかねあ7時の時間見れるから7時のとこだけ番組表見ようとか自分の好きなお笑いタレントだったりとか ね、好きな女優さんだったりとか出てないかなっていうふうに探すわけじゃないですかねこのなんかアンジャッシュ出てないかなとかって探したりとか佐々木希出てないかなっつってこうやって探したりするわけですよねそういうふうに情報を抜き取るスキャンするっていうやつです、ね、そう全部を見るわけじゃないってことですよ広告だってそうでしょスーパーのチラシがあなたのもとに届きましたさあスーパーのチラシ精読だいないですね そうでしょキュウリからトマトトマトから人参人参からリンゴへみたいな風にね、わざわざ一個ずつ読む人なんかいないですね自分が欲しいと思うものをこうやって見つけに行くわけじゃないですかそうですだから日常やってることですテレビの占いとかさやってるじゃないですかね、星座の占いとかあれ見てます全部すね。今日のお羊だからチェックだお牛座はとか言ってですね全部精読無理ですね ね、そもそもなんか一覧でバンって出ちゃうじゃないですかあれね一覧でバンって出てそれで全部精読する時間なんかないですねそ自分に関係あるところだけをパッと見れるようにしてるわけですよ天気予報もそうですね全部見てる人なんかいないでしょでこうやって「はい全国のお天気です」ってパッって出て「よし函館から那覇まで精読だ」っつってです、ね、全部うわーっつってやってる人なんかいないわけです。 ね、そういうことです。こういうふうに必要な情報だけ、自分に関係あるものだけを見に行く、そういうのをスキャンニングっていうわけですよ。わかりました？で、これはこの見るだけじゃなくて、聞くときだってそうですよ。例えばマカオ旅行してたとして、マカオに行ったらさ、いろんな言語が流れるわけじゃないですか。関東語が流れたり、北京語が流れたり、英語が流れたり、ポルトガル語が流れたりするわけですけど、で、自分はそのね、英語しか聞こえないですから、その英語のとこだけ耳をこう傾けるわけですよね。 でその社内の放送で自分の降りる駅に関係する情報とかだけ聞くわけですよ。そうですね、関係ないものを全部、ね、聞くなんてことはありえないわけじゃないですか。ね、そういうことです。じゃあこれは日常やってることなんですよ読むにしても見るにしてもだからこれらをやるということになるわけです。だから結構ね多くの人っていうのがこれらをやらずに解こうと思ってるんですよ。だから時間が足りないそれはそうです当たり前ですね。まあ、ま G−TEC にはだからこれもあるしこっちもありますね。 スキャニング問題っていうのもあるし前のセンター試験にもこのスキャニング問題広告とかね出てましたねっていうのは出てたわけですでこれはやななきゃいけないわけけわで,すでもともと共通テストっていうのは4技能試験に移行するために作られたものですから、ね、センター試験があってでそれから4技能試験に移行する、ね、いきなり4技能試験だときついと、ね、だからここの過渡期に作りましょうって言ってできたものが共通テストの英語能試験ですからだから こっちが、ね、まあ大元のこっちが延期されちゃってるからへーってなっちゃうんですけどだどういう風にできてるかっていうとこの4技能試験の橋渡しですから4技能試験が求めているこれらを問いたいプラスでちゃんとやっぱセンター試験っていうのは学校の指導要領に合わせたものになってなきゃいけないから指導要領と4技能試験の板挟みなんですよ板挟みですだから本当に <laughs> なんか無理がだいぶある。 ってだからこっちとこっちのねじのものもになってます、ね、じゃあ実際ねこれをやるっていくわけなんですけどえ例えば t ィー p c b t なんていうのもそう大学に入ってからのこれらの力を問うような問題が出てるんですよ。えどういう問題かっていうとまず説問があってねそう普通にこうの答えは何ですかっていうのがあるんですけど。 それを探しに行かなきゃいけない題文があるんですよ。で探しに行かなきゃいけないってどういうことなのって言ったらね、論文のね、題名がね、これね、4つ題名が並んでるんですよ、論文の。で、その論文の題名、こうクリックすると、それの概要が出てくるんですよ。この論文は誰によって、いつ書かれました、こういう題名みたいなのが出てきて、で、そこにアブストラクトっていうのがですね、アブストラクトっていう概要が書いてあるんですね。この論文には こういうういい内容がが書かかれててますよっていう概要が書かります。で、その概要を読んであこれがきっと答えを出すのに必要な論文だっていうふうに気づくと今度は本文が出てくるんですね。その論文が出てきて5段落ぐらいなんだけどその論文が出てきて全部のパッセージ見てそのパッセージの中から必要な情報を見つけてそれで答えを出すっていうふうになってる問題があるんですよ。 でだからこれクリックすれば同じのが出てくるんですよ概要が出てきてでさらにこれっていう風にね、まあ、問題作る側からすると大変だよねこれねでも論文作んなきゃいけないんだけどで分かりますかこれまずこの4つあってその中から自分に関係するであろう題名をスキャンしますね。でアブストラクトをスキミングしてさーっと読んでああこれがきっと当てはまるだろうなって思って全体の文章が出てきて今度は全体の文章をスキャニングして 答えに関係あるところを探す TPCBT にはそういう問題があるんですよで、こういったことをやりたいんですよだから実際論文見える時とかってそうやってやんなきゃいけないわけです自分自身もスキミングやスキャニングをいっぱいやって論文たくさん読みましたからだからこういうことをやらなきゃいけないわけですそういう試験だと思ってくださいそうするとえー、何そんな風にできてるのえな、ー、んでそんなのやんなきゃいけないのって思うかもしれないんですけどこれが世界的な外国語を教えるスタンダード標準なんですよ 自分自身はそういうね教えるスタンダードを習ってきたから必ずこれをやりなさいとスキミングスキャニングを教えなきゃいけない、ね、だから一文一文読んだりとか細かいところをね教えたりすると僕その教える教授法のね,ねそれをやっちゃうと「はい駄目教え方下手」っつってね日本的な教え方をすると罰をもらっちゃうんですよ。でこれがスタンダードで自分自身外国語をね他の国で勉強してきた時例えば韓国語ゼロからやりましたけどレベル1一番下ですね一番下でもこれをやります。 ススキキミングやスキャニンググやャニの訓練をさせられますしかし日本という国ではですねなぜか英語を勉強する時はそれがやられない、ね、それがないのでだからみんな困っちゃってるわけですよ。だから日本という国で日本語を勉強したとしますね。日本語を勉強すると日本語の初級のクラスからやりますよスキミングスキャニングって。 だからこっちが一応スタンダードなんですよだから、えー、まあ入試改革とかって言われますがそれに合わせようっていうそういう動きなわけですよで何でも言いますがそれだからって言って制読が重要ではないって意味ででではなないいいすからねそこを勘違いしないでくだ,さい、ね、だって「正読できなきゃどこが重要か」とかってねなかなか見抜けてるようにはならないんですよ なんでこういった形でねこの対策をやっていきますので大変だとは思いますがぜひ続いてきてくださいまあねえ様々な他のね話もいろいろと入ってくると思うので楽しみにしてくださいはいこの動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします では始まりまりした共通テスト対策講座です、ねはい、第1項になりますね。えー、英語リーディングの方の第1項目になりますね、えー。今回からやっていきます。実際問題を解いていくわけですが、共通テスト思考問題っていうのがですね発表されましたので、そちらを使ってやっていきます。えー、概要欄にですねリンク貼ってありますので、そちらで問題を解いてからやってもらおうと思いますね。えー、まず今回は第1問の A いいうのを扱っていきます、えー、共通テストどういう順番で解いたらいいかわかんないっていう人がね、えー、結構いると思うんですがまあ、思考テストだったりとかまあ、各ね予備校が出してる模試とかやってですね一体自分はどの順番でやったら一番制限時間内に点が取れるのかっていうのを試してみてください。まあ、問題集とかねいろいろ出てると思いますのでその80分の間であなたがどの順番で解いたら一番点数が取れるのかっていうのを知っといてください。これセンター試験の頃もあったんですけど全 全然、ね、気にしないで受けてってる人がすごく多かったんですけどそうちゃんとこれを知って受けに行ってくださいもちろん超難関大学とかって行くんだったら最初からやってって全部解いちゃえばそれで構いませんでも自分は全部終わらないっていうんだったらそれを考えながらやることをおすすめしますよ、ね、なるべく終わるようにね読解力とかつけてったりとかそして解き方ですね、まあ、前回の動画で言ったスキミングとかスキャニングですねその方法特にまあスキャニングが大事になるんですけどもその方法っていうのを身につけながら早くしていくっていう方法もありますんで、まあ、その辺のこともね 話していくんですがこれらをね総合的に英語力もちゃんとつける精読力もつけるそして速読の方法答えを出す方法というのを知って時間内に最大得点をですね取れるようにやっていきましょうですねだから配点とかちゃんと気にしてくださいねはいそれでは行きたいと思いますねはい外国語リーディングになりますね はい、100点で80分の試験になります。はい、ではいきますね、英語リーディング。はい、第一問ですね。配点が10点というふうに書いてありますが、A と B 両方合わせて10点になります。A の方は2問ですね。で、それぞれ2点で、B の方は3問あってそれぞれ2点という形になります。つまり、1問に対して2点になりますね。 さあでは見ていくんですが、まあ、最初に、ね、説明あるんで、えー、きちんと見ておきましょう。You're a member of the English Club.You're、ね、はい、English club のメンバーでであるとあなたはですね you going to have a favorite party for one of the members.Yasmin、uh, from Malaysia. っってていい、うに言ってますね。はい、フェアウェイパーティーですからお別れ会ですねさようならっていうのを開くよ。One of the members ね。メンバーのうちの一人、Hiassman from Malaysia ですね。はい、Malaysia の。You have received a note from a m e d i a はい、a media からこのノートが来たとね。まあこのメモ書きみたいな。Assistant Language Teacher ですね、ALT、ね、Assistant Language Teacher から。And the Club of Advisor. ね。 そしてクラブアドバイザーでもある人なんですね、はい。その人から届きましたよってやつです。まあそこまで状況さえ分かればいいです。ここを一生懸命読む必要はありません。だから今までのね、のやつだったら、あクラブには座を入れなきゃいけないとかですね。そうですよ。英作文と気をつけてくださいね。で、フェアウェイルパーティーですね。お別れ会ですね。きちんとこういう表現しておいてくださいね。フェアウェイルパーティー。うん でフェアっってていいいうのが旅とかやっていくみたいですねだからうまくやっていきますみたいなんですけどでうまく旅するとかうまくやっていくだからお別れですねだ似てる単語ね知らないですかそうそうウェェフアこれもまあお同じ語源ですね、はい、これもうまくやっていくってことからだから福祉っていう意味になりますね,ねフェアだけでは今だとそうそうそう運賃って意味になるじゃないですかそうそう、ね、こうやって移動する、ね、旅行するから来てるわけなんですよ で、A、One of the Members っていうのが、はい A、One of the 複数名詞、受験大好きですね。One of the 複数名詞、The を忘れたり、S を忘れたりするから、正語問題にもよく出てくるし、A、作文でもめちゃくちゃ間違いが多いですね。ここをちゃんと押さえなきゃいけない。で、まあ、同格ってやつで、そのメンバーっていうのが Yazmin from Malaysia ですね。Malaysia、大丈夫ですね。Malaysia って読みますね。Malaysia っていうふうに発音します。Malaysia とは読まないですね。じゃほら、Asia、ね、とかさ。 インドネジアとかかさああるじゃなないですすれもジャの音になりますねそのエイジアっていうのはあの日が昇るところですねそれに対してヨーロッパっていうのは日が沈むところっていうんですね、はい、で「You have received、ね」受けましたよで分かった説明がありますね「ファミリア」っていうのはこういう人ですっていう説明がついていますはいっていうふうにねこれが声読って言われるやつだし普通の授業ですよね文法ではいこれ大事ですよとかっていうのは一応これ大学入試対策ですからそういうのもやっていきますが本番ではそんなことやってちゃダメですからねさーっと読んであこういうい 東京なん,だふーんって思ってください。で問題の方に行きますね。そうです。説問をちゃんとチェックするっていうのが大事になります。いいです、ね、The Teacher wants you to ask Yasmin ですから、はい、Teacher があなたにこれしてほしいって言ってますね Want to do ですで。O と C にはどういう関係がっり立つんですかそう、手術の関係が成り立ちますよね。だから、あなたが Yasmin にこれを尋ねます。 で、その尋ねる内容っていうのはこれですね。what she would like to eat at the party.when she can attend the party.where she would like to have the party.who she would like to invite the party. ですね。まずは疑問詞が全然違うから、それぞれね。何食いたいですね、パーティーで。そして、いつねパーティーに出れるのか。そして、パーティーをどこで開きたいのか。そして、誰をヤ a ミンが招待したいか。invite 人という、invite の目的はこっちに来てますね。 っていうふうになってます。はい。こういうふうにですね、選択肢を覚えるときに、情報を切り落としても、ちゃんと覚えられるようにしてください。これ、パーティーは全部共通してますし、シー、ウッド、シー、can ですね。これね、似てますよね。えー、だから、その辺の情報は切り落としてます、私は。何区、いつ、どこで、誰呼びたいっていうふうに、これだけ頭に入れておきます。これできないよっていうんだったら、説問だけでも覚えておいてください。ね、ヤズミにこれ、聞いといてよっていうのだけ頭に浮かべてください。 で、2個目。The teacher would also like to invite. ですね。はい。Teacher はインバイトしたいだそうですね。誰かインバイトしたい人たちがいるっていうふうにしていますね。で、はい、見えます。A few students who don't belong to the English club. ですね。English club に belong してないですね。はい。その人たち。All the members of the English club and the tennis team. と書いてますね。English club とテニス team の全員。Some of Yasmin's other English t e a c h e r s、ね、y a s m i の他の先生ですね。まあ ヤズミンを入れなくてもいいですけどアーダイングリスティーチューズ。で、スティーデンスフ t ーワンツースタイアブラーダイマレージアですね。マレージアで留学したい人っていうふうに、はい、頭の中に入れますね。もちろんこれを全部入れられないのであれば、先生がインバイトしたい人は誰だっていうのだけ頭に入れといてください。これ訓練だと思ってください。いいで,すね、で、頭の中に入れるときに、このまあ字で覚えようとみんな頑張るわけなんですけど、おすすめするのは映像ですね。記憶に残すときは映像を使うといいですね。イングリッシュクラブにビロングしてないのを頭にファンファンファンって入れますね。 テイングリッシュクラブとテニスチームの人たちを全部ファンファンファンと入れるとか。で、他の先生たちファンファンファンですね。マレーシアで留学したい人っていうのをファンファンファン。あ、これ、スタリーアブラウダインドコドコって非常によく使う表現ですね。これ、確か基礎英文法講座でも言いましたけど、ね、よく使います。I studied abroad in the United States とかってよく使うんですね。で、スタリーアブラーですね。発音ね。よくとあれるですね。 ね、さあでこれで入れますいいですね記憶に残せない人はなるべく2つ入れてくださいねはい。で安住にこれやってようと「インバイトした人先生が」っていうのを頭に入れてで本文に行きます。 ではいますねディアルメ e バーズオブイングリッシュクラブですね。はい、English club の人たち。It's about time we decide when to have English c l u b Fairway Party for Yasmin ですね。はい、Yasmin の Fairway Party をいつやるか決めるときです。みたいなですね。It's time まあそうですね。It's about time そろそろ何々する時だって言って、受験では we decided にするってですね。It's time SV 家庭法って習うんですけど、別に普通に現代系で使いますね。で、まあとにかくいつ Fairway Party やるか、Yasmin のを決めなきゃって言いますね。She's leaving Japan ですね。はい、日本を立つですね。Leave 場所ですから、そこからいなくなるんですよ。On the センブルフィーンズ、十二月十五日。それで、クラブメンバーズ、sometime next week。ね、来週、あった方がいいねって言って、答えに関係ある情報は出てきていません。Can you ask やってくれますかって言って、ここでピンとなってくださいね。あ、お願いしてるって思ってください。トイックとかでもそうなんですよ。トイックだともう探しに行くんですよ。ね。can you, could you? とかっていう表現とか、please とかですね。I was wondering if you could? とかっていうのを探しに行くんですけど、同じように、はい。お願いしますね。Which d a y is convenient for her to come to the party?and let me know. ですね。はい。どの日って言ってますね。はい。どの日が。 コンビニエント、はい、便利か彼女が来るのにですねパーティーにで教えてくださいって言ってるのでこれでわかりますねはいヤズミンが来るのは いつかって言ってるので、はい、これが正解ですということですね。だから which day っていうのですぐに分かりますねそうで言い換えを必ず見抜いてくださいこれが大事ですね、本文中の表現っていうのが別のものに言い換えられているそのことによってあなたが理解しているかどうかを確かめられるんです和訳があったらそれで日本語を直ってるからあなたが理解しているかどうかっていうのをチェックできますねでも四技能試験っていうのは和訳はできないんですよだったらある表現を別の表現に変えてこれであなたが理解しているかを確かめるんですよだから言い換えられます で、h e party が attend になってますね。出席するに言い換えられてますよね。で、で、i c h day が、when 言い換えられてますね。そういうことなんです。で、ウォンデデデイエ i フェクねはい、時間、日が決まったらですね、ちゃんと固定されたら、はい、l p you ですね、はい、あなたを手伝ってあげようと言ってます。え、l a n n i n g a few nice surprises。このサプライズで、ね、驚かせることっていうのを準備してって言ってますね。お i s え、t これオッケー、え、これオッケー、n v i t e o t h e r s t u d e n t s はい、来たなと思ってくださいね。これ2問目来たなと。 他の、ほら、other students っていうのもインバイトしていいかって言ってますね。あこの「it が指すのはこの「if 説」になりますね。ちょっとね、こういう難しい文法事項を、ね、やるのなんですけど、もし私がこうするったら、らそれ OK って言ってますね。そうです。「い t と」だったとか「it と」o 以外にも「it っていろんなものを指せるんですよ。They n o w r some students from the tennis team who want to take part because they really had a good time playing tennis with o e r over the past six months というふうに書いてありますね。だからここでしょう。うこれが、 完全にに答えの根拠になるよねこの人たち知ってるよテニスチームのスチューデントで参加したい「who want to take part」「take part」「参加する」あ「あ大丈夫ですね」「take part」「participate」に言い換えられますよね。 で、これ要素の分離ってやつですね。この students にかかってますよこのフーっていうのはね。英語は長いものをなるべく後ろに置きたい言語で尻尾長々さんですから離れていてもちゃんと見れるようにしてくださいね。because they really had a good time playing tennis ですから、はい、こうだからだよって言って、はい、なんでって言ったら、その students たちっていうのは、had a good time playing tennis、ね、with her over the past six months ね。ここ、over the パストとかやりましたね。for the past とか for the last とかってですね。ここ何ヶ月、ここ何週間とかですね。ここ6ヶ月間楽しんだ人たちがいたよって言って、ここもまあ受験では大事なんですけど、have a good time ing ですね。Have a まあ、ここに hard time 大変だったとかっていうのも出てくるんですけど、ing を取れる。名詞の後ろに同名詞が出てくるっていうので、非常に普通じゃないからよく問われるわけですね。have difficulty ing とか、え知ってます ね、have travel ing ですねそれで苦労するとかってやつですねもともと in っていう電子があったんですけどそれが取れちゃってるのでだから名詞の後ろに同名詞が来るっていうので、えー、問われることがありますで、だから他のスティーデントを呼びたいとね、テニスチームのスティーデントを呼びたいよっていう風に言ってます どれででですすすかっって言って言るわけですねそうですテニスチームの人たちですからそれを「イングリッシュクラブ」に属してない人というふうに言い換えた1番が正解になるわけなんですね。この言いかえちゃんと見抜けましたちゃんと「other students」って言ってたんで「s サ m って書いてあるから「えっ、ー、SUM と AFIU 同じなの?」とかって思っちゃったかもしれないんですけどそ,れそういう言い換えになります。テニスチームの全員じゃないですねだから違うし「はい、s m e n teacher」全然出てないですね。はい 全然出てないですねそうだから消去法でもこれは選ぶことができたと思いますね。正答率を見てみるとですねこっちがね88.5%まあこれはね結構簡単に解けた人が多かったんですけど下の方はこれ結構56%でかなり低いんだよね。うん えー、多分まあいろんな理由があると思うんで、まあ、初めて初見ですからこういった問題をね分かんない何これっていうのとやっぱこれのね言い換えっていうのがなかなか難しかったんだと思うんですねこの「other students」って書いてあってでこの「sum」と「a few」とか「えー、それ言い換えていいの?」ってバッチリ書いてないじゃないですかイングリッシュクラブ以外の生徒なんてどこにも書いてないんですよ。 最初に「他の人アダース u d ーデンツも呼びたいよ」って書いて o t てアダース u d ーデンツがイングリッシュクラブに属してない人だって分かんなきゃいけないわけですよねそうだからちょっと深い読みが必要だったんでだから間違えた人が多かったんだろうっていうのがありますね。あとはやっぱり「テニスティーム」とかって書いちゃってるからここに引っかかって「あ ここにテニスティームってて書いてあるだからテニスのやつだっていうふうに選んだ人が多かったんだろうっていうふうに思われますねだからこのね言い換えっていうののね、えー、見抜き方っていうのがとっても大事になるわけですよでもちろんね受験に重要な情報もこういうふうにやっていきますがそれだけじゃなくてねやっぱこういう共通テスト型、まあ、私自身も英検を教えてきてるし、ね、g t e c 講座やったりとかそして TOIC は長い間やってますからもう TOIC センサーみたいなのがあるんですよ私には。あこれキャンニュー来たとかね これも絶対答えに関係あるでしょううとかっていう風になるわけですねそういういいセンサーを見にしてくださいでそのセンサーを発動させるんですけどなかなか難しいとそんなスキャンニングスキミングなんかやってなかったから分かんないよ知ってますそういう時はですね速度を変えてください読む速度答えを見つけに行くっつったってそんなまっすぐ読んでいくしかないよ私にはって言うんだったら読む時のスピードを変えてくださいまずサカ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 ッと読んでってあここ関係あるだろうっていうところになったらそこでスピードをゆっくりにして精読してください だから緩急をつけて読むことができれば、まあ、ある意味 スキミングしてスキャニングしてみたいな感じなんですけどそう緩急をつけることができればわざわざ「よしじゃスキミングやるぞスキャニングやるぞ」ってやらなくても解けることはありますんで緩急をつけて答えに関係あるところがあったらゆっくり声読それ以外は早くなるべく早くね読むねで,でもそれができるためには声読ができなきゃいけないですからだから声読は軽んじないでくださいね。ていうことですねこういった形でちゃんと解き方も教えますしこういった形で答えを見つけにいくんだっていうのも教えますしプラスで受験に大事な知識っていうのも 教えていきますからぜひですねきちんと復習してやってくださいはいこの動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いしますそれでは始まりました共通テスト対策講座リーディングの2回目になりますね、えー、今回は第1問の b になりますねはいそれでは行ってみましょう、はい はいまず質問を見ますね You visited your town's English website English website に行ったね。で a n d found an interesting notice ね。あこれ面白そうだなって思ったものがあったという風うに言っていますね Call for participants、ねはい、参加者ですねパティシペイトする人パティシパント Ant って人を表すっていうのは知っておいた方がいいですよいずれ、えー、役立つことがありますね で、s t e r City ですから、はい、姉妹都市なんでしょうね。Sister City Youth Meeting そういうミーティングがあると、Learning to Live Together というふうに題名が書いてあります。で、はい、質問を見ていきますね。これ、全部、これ、最初に読んでいくと、すごくめんどくさいと思います。これ、読んでって、やるのではなく、必要な情報を見つけに行きますね。はい、最初。The purpose of this notice is to find people from the host town to なんとかね。はい、目的を通ってますね。お知らせの目的っていうのは、こういう人たちを探しますよ。ホス コートタウンの人がコートタウンのこういうことができる人たちを探すって言ってます。はい、何を ?To decide the schedule of activity. です、ね、アクティビティズのスケジュールを決める。Take part in the event. です、ねはい、イベントに参加できる。Take part in.、ね、え前回もやりました言い換えると、participate in.participate、ね、には part が入ってるから覚えやすいんですよ。スペイトの部分はあれは take と同じ意味だから、ね。すごく覚えやすい。visit all of the sister cities. す、ね、べての sister city に行く。 で、h e y write a report about the meeting. ミーティングのレポートを書くよっていう風うに言ってますね。スケジュールとか、これはまあ簡単なイベントに参加するで簡単だよね。シスターシティーズに行くと。 そししてレポートを書くぐららいですかねね頭の中に入れるとしたら、ね、もちろん自分で決めちゃってもいいですよ。だからこれら覚えづらいと、えー、いう人もいると思いますが、まあ、なるべく頭の中に入れてくださいね。あスケジュールを草は決めようってしてる人とかさイベント参加しようっていうのを頭に入れてくださいね。スシタシティーズ全部行こう。あんまりありえないと思うけど、はい、レポート書こうとかね。 さあ次です。During the meeting, the students are going to ですね、はい、ミーティングの途中に学生は何をするのか。Have discussions about global issues ね、global issues について話すとね、世界のなか問題について話すんでしょうかね。はい。で、to make presentations on their own cultures ね、プレゼンをすると。で、まあ自分の文化ですね。これね、自分たちの文化について。あ、一応こうね、千飛くんのメモ書いは on cultures に来ましたか。あのライティングではこの b e とか忘れないでね。ねあわ、on とかこれ忘れてただ on だけで書いてくる人いますからね。 Spend most、so、of their time sightseeing ですね。はい、サイトスーングにほとんどの時間を使うと。spend 時間 ing です。えっ、ー、と、前回やりましたね。have a hard time ING とか、have a good time ING have a difficulty ING とか、か have a trouble ING と同じように名詞が来てて、後ろに ing 系が来るやつですね。これも狙われるので、名詞プラス同名詞ってやつです。もともと in があったんですが、省略されています。はい、visit local high schools to teach languages ね。ハイスクールに行くと。で、まあ、言語教えに、ね。 イメージ持ってくださいね。こういうことしてるっていうのを頭の中に入れてください。覚えられない人は、ね、ミーティングの途中に何するんだろうっていうのを照らし合わせていかなきゃいけないですね。11いちいち。The meeting will be a good communication opportunity. です、ね、コミュニケーション opportunity.、ね、いい機会であると。なぜなら、all of the students will.、えー、みんながこうでると。be divided into different age groups.、ね、違った年齢のグループに分けられる。Divide A into B ですね。はい。知てますね。A or B に分けるってやつです。Different age groups に分かれる。 はい、まあ、エイジグループだけ入れときますね Have Japanese and English lessons はい、レッスンズがあるとまあ、入れられるんだったら Japanese English も入れとで、次が Speak with one another in English はい、英語で喋る。はい。で、次が Stay with families from these sister cities ね、はい、ファミリーに のところに泊まるとね、3 sister cities っていうのをまあ入れてもいいですけど、まあ、sister cities のところで家族のところ、ホームステイする、ね。コミュニケーションオプチュニティっていうのを忘れないでね。はい、では、見ていきますね。Our town's 3 sister cities in Germany, Senegal and Mexico って言ってますね。そねセネガルもあるんでね。Each send 10 young people between the age of 15 and 18 to our town next March に送るよって言ってますね。この人たちを。よいしょ。 15歳から18歳までの若者たちを、ね、12の若者をここに送ると。our town に送ります。というふうに言ってますね。まあ、先度何々と、どこどこっていう形ですね。で、There will be an 8 day youth meeting called Learning to Live t o g e t h e r、はい、Learning to Live Together っていうのをやると。It will be our guest's first visit to Japan. ですね。初めてゲストがこの日本に来るんだよってやつです。これ意外と狙われるので、受験では気をつけてください。visit っていうのですね。どうして使う場合は、そのまま Visit Japan じゃないですかそれに対して名詞で言う場合っていうのは「To」必要ですからねこれ間違えないでくださいね。My first visit to Japan とかね初めての日本への訪問。 いいう形で使いますほら、動詞のときは、あ、トゥー入れちゃいけない、多動詞だ、多動詞だって覚えるけど、名詞になった途端にガーンってなっちゃう人いっぱいいますね。これ、アンサーとかもそうですね。アンサー・ u ク s ッションっていう風になるけれども、名詞の場合は、the answer to the question っていう風になるわけですよ。こういう風に名詞だったらトゥーが必要。これ、東大が通ったことありますけど、出てきますので、アプローチとかもそうですね。気をつけてください。名詞になったらトゥーいるよっていうやつ出てきますね。 We are looking for people to participate. です、ねはい、参加する人を探していますよって、ほら、来たじゃない。これやましたね。はい。look for to participate. 参加できる人を探しますよって言ってるから、参加者を探してるわけですよね。はい。だから、最初の問題の答えがわかりますね。そうです。take part in the event ですね,、はい、ね。参加してくれる人を探しているっていうやつです。まあ、これね、ぼーっと読んでてもね、解けるかもしれないですけど、あそこがバッチリで、ね、答えの根拠になってるでしょ でえ、コロンがありますね。コロンが出てくる場合は具体例です。え、難関大でも超大でですね、総計でもコロンが答えに関わることって何度も何度もありますから、ね、ちゃんとしておいてください。We need a host team of 30 students from our town's high school ですね。ハイスクールから30人ほが必要つっ,って、30 former state families が必要。 For the v i s 訪れてくる young people のために。And the 20 staff members to manage the events.、ね、イベントをマネージする20人のスタッフメンバーが必要だよって、ね。運営チームが必要ですね。あ、スタッフ自体は集合名詞ですけど、一人一人を数える場合はこうスタッフメンバーっていうふうにしてくださいね。スタッフは集合名詞です。だ一人一人は表せないですからね。でまあ、スタッフ is って言ってもいいし、スタッフ are って言ってもいいんですけど、それ全部まとまりのことです。一人一人をスタッフとかって呼ぶことはできませんので、気をつけてください。一人一人数えになったらあ、スタッフメ メンバーとかスタッフメンバーズっていう風になります。で、はい、プログラムスケジュールがあるわけですね。はい、で、何をやるのかっていうのをパッパッパッと見ていくわけですね。あオリエンテーションがある、ウェルカムパーティーがある、サイトスイングがあって、はい、いいですね。サイトスイングはこことここだけでしょ。だから、Most of the time とかって書いてあったけど、ほとんどの時間をサイトスイングには過ごしてないからあ、だから3は違うなっていうのがわかりますね。2プレゼンテーションズ on traditional dance ね。トラディショナルダンスについて、はい、プレゼン出てきますね。 セネガリース,スティーデンツとかジャパニース,スティーデンツプレゼンンテーシショョトラフス。あ、これなんとかについてのオンですからね。あの、ブックスオンとかさ、んとかについての本とかのあのオンです、ね。はい、トラディショナルフードについて。次が2プレゼンテーションズオン、トラディショナルクローデング、服ですね。これ、深可算名詞、クローディング、気をつけてくださいね。数えられない名詞ですね。っていう風に、はい、プレゼンが3つもありますよねでは。ダンスとフードと服に関するプレゼンがありますね。だから、そうです。正解は2番ですね。 make presentations o メイクプレゼンテーションズね。はい。自分たちの文化についてのプレゼンテーションをする。あ、このメイク気をつけてね、作るじゃなくてするって意味ですね。メイクアプレゼンテーションすね。プレゼンをする。メイクアスピーチ。スピーチをするっていう意味ですから、間違いのように気をつけてください。はい。自分の文化っていうのね。だダンスとか、フードとか、クローディングっていうのを文化と言い換えたわけですよ。だからそこをきちんとつかめたかどうかっていうのがポイントになるわけですよね。で、パッ,パッパッパッと見てみますけど、free time with host families farewell party さよならとかって言って、 あとのは出てないですね。他のローカルスクールでラングイチを教えるとか、グローバルイシューについてのディスカッションがあるとかっていうのは出てきてませんね。で、続き言って、parties and presentations will be held at the community center ですね。n i t y center で行われます。be held, 行われるはです、ね、重要ですので、表現として知っておいてください。言い換えとして一応覚えておきますね。take place と言い換えることができますね。parties and presentations will take place at the community center. で、The meeting language will be English. The high meeting ですね,、はい、ings, ねの language っていうのは。 英語で行われますよ。Our visitors are non-native speakers of English.Non-native だけど、but they have basic English language skills.Basic language skills はありますよというふうに終わってますね。ということで、ここでもう答えを出さなきゃいけないんですよ。知ってますよ。これで答えを出すのは大変ですよね。Good communication opportunity であるっていうののところですが、まず、Age groups で分けるなんていうのは書いてなかったですね。どこにも出ていません。h a v e Japanese and English lessons 書いてないですねどこにもね。Speak with one another in English は書いてありますね。全部英語で行われます。 よっていう風に書いてますね。Stay with family from the three sister cities. Family stay するっていうのは書いてませんねどこにもね。答えは消去法でも3になりますね。えー、そんなこと言ったっていいコミュニケーションの機会なんか書いてなかったじゃないですか。そうなんですよ。書いてないけど推測できるわけですね。書いてある内容から本文の内容からこうだという風うに推測できる。そうこの推測っていうのが難しさです。 共通テストになってですねセンター試験よりも難しい表現が減ってますね,ね出しても B2 レベルまでしか出しちゃいけないですからセファールっていうねこの位があるんですけど難しさのねこの単語とか文法とかねその中の厳密に B2 以内に収める、まあ、特に B1 までですね A1 から B1 ぐらいのものに当てはめるっていう風になっているので。 だから簡単なんですよ内容自体ね英文自体はすごく優しい文法も優しいね先端に出ていた表現よりもだいぶ優しくなっていますでもこうやってやることによって難しくなるんですねはっきりと書かれていないそれを本文に書かれた内容から推測するっていうこういう力が難しくする方法なんですよ。トイックとかっってていいうううのはそういうふうにやってます でもう一個の方法が情報っていうのをいろんなところからね照らし合わせて答えを出すとかっていうのがレベルを高くする方法なんですよ。だからこことかはまあそんな難しくなかったかもしれないですけど3つの情報を照らし合わせて答え出すじゃないですか,だかこういうので難しくするんですそう答えに関係ない情報っていうのがまずいっぱいあるじゃないですかそこがあってその中から答えに関係ある情報だけを抜き取る、まあ、スキャンニングですね っていう力を問いたいわけなんですがそういう時に情報を複数に散りばめたりするさらには推測しなきゃいけない書かれているものから推測をするっていうこういう力ですねこれが難しくするための方法なんです TOEIC はこの2つを使って難しくしますえそして本文長くするわけですねで文章を長くするこれがまあ難しくするまあ、一番簡単な方法ですね だから共通テストっていっぱい読まなきゃいけない部分がある「うわー大変」っていうふうになるわけですよね。だからトイックと同じようななクニックを使って難易度を調整しています じゃあ最後ですね。To register 登録するためには Click here before 5pm December 20th.12、ねはい、月20日の5時前にここをクリックしてください。International Affairs Division of the Town Hall とかですね。International Affairs これがグローバルイシューのきっかけだったのかな、ね。国際化でしょうね、単なるね。国際化とか国際情報化みたいなですね。市長のところであると。Register はちゃんと知っとおいてください。登録するとか申し込むってやつですね。Register4 っていうのが重要になります。他にも 「サインアップ・フォー」とかっていうふうにできますし「申し込む」って言ったら A から始まる申し込み知らないですかう apply for register for the event sign up for the event apply for the event とかっていうふうにねよく使う表現ですので、これらも知っておいてください。はいということで、ね、えー、こういったまあトイックとか、4技能試験で教えることっていうのも教えてきます。こういう言い換えとかね、あんまり大学受験の勉強では習わないとは思うんですが、こういうのもきちんとやっていきますね。こういう試験になれない、えー、そんなの推測できないじゃん、分かんないじゃんっていうのが出てくる可能性はあります。まあ人生を分けるテストなんで共通テスト、そこまで責められるとは思わないんですよ。トイックってガン,ガン攻め てくるるのでそれ言える納得いいかないんだけどみたいなのは出てくるんです、ね、だから同じように共通テストがやってくるかはからないですがそういうことをやってくるとレベルが上が上りりますかりますわかねこういった形で情報を照らし合わせることによって難しくするとかさらには推測しなきゃいけない書かれていることから推測して難しくする、えー、さらには文章を長くして。 必要な情報を見つけにくくする、えー、無駄な時間をかけさせるこれらがいわゆる単語のレベルとか文法ですね構文とかが簡単なのに難しい理由です。 だからトイックっていうのは大学受験よりもだいぶ狭まったものなんですよ文法とかねこのだ当然難関大の方が圧倒的に難しいんですけどそれでも満点とかは全然取れない理由はこの3つですこの3つが非常にうまいまああとはねちょっと大学受験とはずれる英単語とか表現っていうのが出てくるっていう四4つ目がトイックにはあるんですけど、まあ、共通テストではこれは出てこないですからビジネスの単語とかっていうのは出してくるってことは考えられないので単語は簡単にしてくるはずなんでこの3つの要素っていうのを意識しながら、ね、戦っていく必要があります。 ね、それはね模試とか問題集とかでもそうですけどこういったことを意識して解いてみてくださいはいこの動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いしますそれでは始まりました共通テスト対策講座ですね英語リーディング今回は第2問の A を扱いますねさあ今回は厄介な説問が出てくるやつですねでは行きましょう、はい さあ、いきますね。You're a member of the cooking club at s c h o o l、ね、はい、c o o k i n g club のメンバーと。You want to make something different.、ね、ちょっと違ったものを作りたいよって言ってるわけなんですが、はい、something different. 大丈夫ですね。なんとかするとかね。something とか someone とか anyone anything とかね。そういうキャラクターが出てくる場合に形容詞は後ろからかかりますからね。これ忘れないでくださいね。これ狙われることがありますね。並べ替え問題とかね。はい、website, はい、website に You found a recipe for a dish that looks good. です、ね、良さそうなレシピを見つけたよって言ってますね。で、はい、そうですね。今回5問問題ありますから、 早口になっていいいると思まますすすがが、はい、これが私のの普段喋り方ですね授業のでねはいます、はいよはい、最初ですね。This recipe would be good if you want to. です、ね、こうしようと思ったらいいよって言ってますね。このレシピが。はい、で、チキンとランチくらい頭の中に入れておきましょうか。It's something sweet. です、ねはい、甘いものって言ってますね。このやっぱ甘いっていうのは入れておきたいですよね。はい、Sweet.Enjoy、uh, a hot dish on a cold day.、ねはい、hot dish あったかい。Cold day 寒い日にって言ってますね。 prepare a quick meal without using heat. ですね。はい、quick であるとね。急いで作れる。そして、h ー t を使わないです、ね。without ですから否定してますからね。h ー t を使わないで準備できるよって言ってますね。prepare a meal です,、ね、ですね。食事を準備できる、料理できるよって言ってます。 はい、で次いきますね。If you follow the instructions follow you the 書いてあるインストラクションに従うんだったら、the dish should be ready to eat and about ですね。時間出ましたね。はい。計算問題出題ですね。厄介ですね。はい。こういうのね。TOEIC とか TOEFL とかね。ああいうやつだと出ないんですよ、計算問題っていうのはね。しかし、センター試験の頃からそうですが、大学重視ってやっぱね、好きなんだよ、計算がね。だから、そのしょうがない、このディッシュができるまでの時間を計算すればいいだけですね。なんで、これは選択肢、を覚える必要はありませんね。それは計算して出た数値をここに当てはめればいいだけですから。 選択肢を覚えなくていいラッキーって思ってください。3番、a someone who does not like raw carrots may eat this dish because って言ってますね。まあこれもね、難しかったかもしれないですが、Raw carrots、はい、わかりますか、ね、これは。そう、Raw は、そう,そうそうそう、生ですから、生のキャロット、生のニッチ。 はい。人参が使われてないからだったらこの問題何なのって思うけどね生の人参が嫌いな人にはいいかもしれない人参が使われていないから生入れないじゃんそれだったらって思ったけどね、はい、で次が Many kinds of are used、ね、スパイスが使われているこれ,これキャロッツなしだからもうなんか覚える人いるけね。これはスパイスがあるねまあスパイスを乗っけてそれによってキャロッツの味がなくなるのかなとかっていうふうに頭に浮かべます次は「キャロッツは cook」e d ですね、はい、火通してるからですね料理されてるからだからあそっか、ね、生キャロッツはダメだけど火通してあるんだっ 大丈夫だみたいになるっていうことになってますね次がですね、はい、フレッシュだから新鮮なんです新鮮な人参だったらね普段の生人参は全然ダメだけどいけるぜみたいなですねバックスバニーもびっくりみたいな感じでいけるよっていうそういう風うになってるわけですねはい次 Accorded to the website one fact not an opinion about this recipe is that it is なんとかっていう風うに来ましたねそうですこの問題ですねファクト問題とオピニオン問題がわからないっていう風うにね言われるんですがファクトとオピニオンっていうのは実は対になる言葉なんですよ対義語になるんですが多分ねオピニオンの方が ととと事実だかからなんとなんんくわると思うんですがオピニオンって一体何なの意見って一体体何何ななののっっって思ってて意見思る人がいると思うんですがオオピニオンっていうのはですね気持ちだったり信念とかですねさらには判断評価まあ判断評価が多分思いやすいです判断とか評価っていうものだと思ってください裏付けがない証拠がない判断とかそういった評価のことであるというふうに覚えておくといいですねだから違うよそんな間違ってるよそうは思わないよ僕はっていうのが出てくるってことです ある人がこうだと判断してるある人がこうだと評価してるってものだと思ってください。ね はい。そういったものが出てくるっていう風に思ってください。最初の方は、Highly ranked on the website、はい。レシピっていうのはえ、ウェブサイトでランキングが高いですよす。次は、Made for Vegetarians ね。v e g e t a のために作られていると。ランクが高いベジタリアン r を Perfect for taking to parties ね。Party に持っていくのに完璧。The party に持っていく。Perfect for ing ですね。これは、早稲田の方角で問われたことがありますけども、そうですね。Perfect to do にしちゃダメよっていうのが出たことがありますので、一応知っておいてください。次は、Very delicious, うまい,いうのね。ね これはさファクトじゃないでしょそもそもデリシャスっていうのはそうでしょ万人の人がうまいと思う食い物なんかないでしょあるんですか納豆だってうまいと思う人もいればうわっつってなる人もいるしフォアグラだってキャビアだってそうでしょパクチーだってそうですねこの間もね私パクチーが大嫌いですけど横でパクチーのパクチー盛りをね頼んだ人がいてもう最高これが最高だって言ってああうっさんって思ったんですけどそういうことですよベーブリー・デリシャスだってめちゃめちゃオピニオンじゃん でね、そうだからこれも選びようがなくないこれ最初から。えー、じゃあ次はオピニオンを選ぶ問題ですね。である親がですね何回も作ったって言いますね。はい parent が何度も作りましたと Many dish. Many times.、はい。何度もこの料理を使う。あ、これディッシュ料理ですか皿じゃないですからね。皿作ってみましょう。がない。It is easy to cook.、はい、簡単に作れる。<次> It's fun to cook with friends.、ねはい、友達と作るの楽しい。The recipe was created by a famous cook.、ね、有名なコックさんですね。に作られたって言ってますね。レシピは。ク、はい、ックです。間違えないでくださいね。これね。コックって書いちゃう人ですね。下ネタです。やめてください。そして、 クッカーって書いてくる人もライティングでめちゃめちゃいます。違います。クッカーではありません。クックする人だからクッカー違いますね。そライスクッカーとかね、炊飯器みたいなですね。そういう時に使いますので、人には使えません。はい。で、これを頭に入れた中で、はい、見ていきますね。答えに関係あるやつがボコ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 出てくるんですよ。もうめんどくさかったと思いますが、やってみましょう。 はい。では行きますね。Easy oven recipe. Oven です。発音気をつけてください。オーブンではありません。あ、ノートです。o ア Recipe ですね。Here is One of the top ten、uh, oven baked dishes as rated on our website っていう風になってますね。One of the 複数名詞これもありましたね。One of the dishes は複数名詞これ狙、ね、われやすいよって言いますね。はい。Top ten、ね、ベスト ten に入っていると on rated on our website ですね。ウェブサイトで でこの評価されるランキングをですねみんながこう格付けするわけです、レイトするまあレイティングとかってね名詞で使うこともありますね視聴率、聴取率のことをレイティングズなんて言ったりもしますけどもだからみんなが格付けする中でですねあまあこのアズは知らないです、アズタす過去分子ていうのがあるで覚えとけばいいです、アズプランド計画通りに、あずスケジュールスケジュールしていた通りにみたいなのがあるって覚えとくで超難関大学を目指す人だったらあ接続詞のズっていうのがあって名詞を就職することができるアズがいるんだというふうに覚えておけばいいですね。As they On a website とかっていうふうにあってその「they are」が省略されてるんだとかっていうのは超難関大の人だけやっとけばいいですそうですねだからランキング付けしてランク付けしてそしてベスト10に入ってたレシピなんですよいいですねということはですねランクの中でベスト10に入っているってことは人気があるってことですねだから答えがこれは Highly ranked on the website ですねウェブサイトの中でベスト10に入っていますよっていうふうに書いてますね はい、ではここが正解になったわけですねこの言い換えはかなり難しいそれは57%しか正解できてなかったからね。 この言い換えはかなり難しいです。気づきました。でしかも順番通りに答え出てきてないでしょそうこれがね難易度を上げるテクニックですから、答えの根拠を順番通りに出さないってやつね。ていきますね。You will、uh, find this dish healthy and satisfying ですね。こうだと分かるよって言って、find の5分間ってやつですけど、healthy、ね、で、しかもね満足でいくもんだって言ってね。meat and potato pie、meat って書いてありますからね。さっきベジタリアンとかってありましたけど、絶対あ言えないのもんね、これね。Ingredients、はい、材料ですね。s e r v a c e about 4って書いてある、だいたい4人分になるって言ってますね。 で、8っていうのにこれが入ってるんですね。1 onion ですね。で、こういうのもパッパッパッと見ちゃってくださいね。えー、本番でいちいちですね。1 onion。スプーンかけるに。フラワーえー、小麦粉これをわざわざ2 spoonfuls of flour とかってね。やる必要はありませんので。1 spoonful of vegetable oil とかですね。いいんです。んなんキャロッツ出てきましたね。1 spoonful of tomato peas.2 cups of soup stock、ね。まあこれだしみたいなもんですね、スープ stock、ね。で、500g。 Uh, ですねこのウこ「ウォッシャシャシャな、ね、んだ、ね、これ」つか「ウォッシャ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 とかってね読んでるんこれウスターソースですこれね。 で、ソーラーンペッパーとかっていうのがあって、こういうのを一生懸命生毒してもしょうがないでしょ時間がもったいない。さあ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 っていきますね。3 boiled potatoes とか、40 grams of butter ですね。はい。スライスチーズとかどうでもいいです。はい、インストラクションっていきますね。こうやって作んなさい。ステップ1。Make A。はい、A を作ります。4って言ってますね。で、どういう風に作っていくんだって見ていくと。Cut the vegetables into small pieces. t h e heat the oil and cook for 5 minutes. そうですね。ここにしかもうベジタブル a クックされてるの出てこないよね。これと、 そうここの「情報を照らし合わせるんだよねャロッツ・アニオン」っていうのがここで切られてでクックされてるんですよで「あったミイ・エンド・空間ク・アンチェンジ・カーラー」ですね色が変わるまでこうやってねクックするっていうふうに書いてあるんでそうなんですよここがヒントになる知ってますよこれもね厄介だったと思うんですけどャロッツがクックされてるからなんですねはいねでクックってそう料理しか浮かばないかもしれないですけど火を通して作る料理ですからそう火通されてるから だからローじゃないんですよ、ね、だから考えれば簡単なんだけどこういうふうにさ見たこともないようなレシピでやられるから「えー、何これ?」ってなる。 しかも情報を照らし合わせなきゃいけないですからだから難しくなってるわけなんですよそう正答率が67%になってるからやっぱ照らし合わせとか一個進んで推測しなきゃいけないのでそうでしょだってこれいいって書いてないじゃんどこにもね生のニンジン嫌いにも最高ですなんてどこにも書いてないですねだから照らし合わせと推測ってていうのが出てるから難しくなっいるわけなんですよでもできる人はねいや他書いてねえじゃんつって消去法でバババンってやってもいいんですけどこういう意識を持ってください照らし合わせる推測するっていう意識を持ってください

こうですね、かき混ぜるです 2> for 2 minutes、ね、はい、時間出てきましたよ時間足さなきゃいけなかったですから覚えておきますね、はい、2分 at the soup stock です、ね、はい、だし入れてで、そしてウースターシェアソース出てきましたねウースターソース入れてトメイトペースト入れると cook for about 30 minutes はい、出ましたね、三十分 season with salt and pepper ね、a season っていうのがこれですねソータとかペッパーをで味付けをするってことですねそうです、だからこれで季節じゃないので間違えないでくださいねはい、ね。こういうね、語源の話とかして時間がなくなるのに seed ってわかりますこれ種ですね そうわかりますこれ同じ語源から来てるんですけどどれもねそう種をまくですねそうはまくですからそうだからこれほら種まいてるみたいな感じでこうやって味付けをするっていうとこから来てるし種をまくっていうとこから季節って来てるんですよさあ時間ない で次、Make B はい B を使う。Me a n はいその間に Cut the potatoes into thin slices ね。で Heat the pan and the melt the butter. Add the potatoes and the cook for three minutes ね。はい、三分やると。ここ三分足してもいいし、これは同じ時間にやってるかもしれないじゃんって言われたらもう何も言えねえはいね。そうかもしれない。だから別にこれ計算しなくてもいいかもしれないですね。いや、フライパンが一個しかないですとかね。コンロが2つないですとかで変わるかもしれない。 で次が、uh, Put A、B、and C together.、はい、together 一緒に入れますね。ね Heat the oven to、uh, 200 degrees Celsius.、ね、put A into a baking dish, I cover it with B's.A、ねはい、入れて、B でカバーして、C を一番上にのっけるってそういう風に書いてるだけです。 バイクフォーテンメナツサブハッですね。暖かくサーブしてねって書いてますか。はい、10分ですから、はい、足してやってください。はい、だいたい、どれぐらいかかりましたかっていうので答えを出せばいいですね。32で、これ、まあ、同時にもできるかもしれないですけど、35、45分ぐらいで、まあそうですね、全部ぴったりでこう、これやって、これやって、これって、これって、ってフ,ァフ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 ァってね、いろんな作業時間もあるから、だから、だいたい、そうですね、1時間ぐらいだっていうふうに考えればいいですよね。計算がめんどくさいですけどね。まあ30分でもいいですね。1個 ややつで30分やってるし、だからそれでも20ミリも絶対ありえないから、ね、13は消えるまあさすがに2時間3時間っていうのはね一個一個切るいやわかんないじゃないですか一個一個切る時めっちゃめちゃ遅くてさ。 やってるかもしれないいじゃないですかって俺。何も言えないですけどまあ普通に考えたらこれぐらいだろうっていうふうにわかるわけですよ。で、Review、はい、and Comments ね。はい、レビューとコメントが来ますね。Cooking Master っていう人が言ってますね。January 15th で,ですね。こんな時間とかどうでもいいんですけど。で、これがめっちゃ気になるけどね。1514とかね。これ全部さ、アメリカ英語で書かれてるのさ。January 15th ってこれアメリカ英語の50ですね。なのに、アメリカ人これさ、使わないけどね。three fourteen p m って書いてほしい。ね。 えって思った。多くのアメリカじゃ分かんないですかね。15って言ったって。え、いつミリタリーとかにいる感じがする。使うと。そう、軍隊入ってる感じ。で、This is really delicious. Perfect on a snowy day. ですね。スノーウ y ーデイにぴったりだねっていうふうに書いてますね。そうそうそう、書いてますね。これはハットな料理で、そして、スノー w y ーデ y にぴったりって書いてあるから。 こうですねエンジョイハッディッシュオン o l ール a y ですね。コールデイにはぴったりだよっていう風に書いてますね。ミートパイなのにスイートとかですね、かなりぶっ飛んでるしね。これでビーフ使ってるのにチッキンになってるしね。もうなんか、ね、ヒート使ってるし、ね、思いっきりクックしてますからね。もうね。さすがにこれは簡単だったでしょう。そうですね。こういったら88%正解してるからね。やっぱこの辺は結構簡単だったと思いますね。ここもね、86%正解してて。これも結構簡単だったよね。 でさっき言った推測が67%でだいぶ低くなってますよねだ残りがこの厄介なキャラですねこの57%と58%ですね低いねはいこいつらを倒しにいきますね続き読んでスイサルキッチンさんが言ってますね My children love this dish ですねはいこのディッシュが好きだって言って It's not at all difficult to make ですねはい作るの簡単だよって言ってますね難しくないよって言ってますね Not at all 全然して And I have made it so many times for my kids. ね、キッズのために何度も作りましたよ。ね、これで分かりますね。オピニオンとファクトを分けていきますね。こっち答えは出ちゃってるんですけど、very delicious って書いてあったでしょだからそこに引っかかった人がいると思うんですけど、delicious って言ったのは、あるレビューをした一人の人が言ってるだけで、これは事実とは限らないですね。その人が delicious だと思ったんですよ。だからこれはオピニオンになるわけ。 でも多くの人はこれを選んだと思いますさっき言ったようにこれの言い換えなんて分かんないからかなり難しいからで、ね、表現使われて rated の表現とかも難しいしランクのところとかも難しいから解けなかった人が多いでそれに対してこっちは書いてあるから飛びついた人が多いと思うんですよね何だってほら初見ですわ解き方も分かんない中で解いてるから絶対これを選んだ人多いと思うんですよでこっちに対しては many times、はい、私何回も作ったよっていうのはこれはファクトですね オフィニオニンではありませんねそうだからここを選んじゃった人が多分多いと思うんですけどそうこれは事実であり判断や評価ではないですねそういうことなんですよ、ね、事実とか言ってるけど嘘ついてるかもしれないじゃんあいつがまあまあそうかもしれないけど判断や評価ではないでしょ It is easy to cook ははい、これは判断評価になってますよね楽しいとか言ってないし有名な料理人に作られたとかね千葉六三郎とかね出てきてないですから It is easy to cook ですこれは合ってますね これはばっちり行られてるじゃん。It's not at all t o difficult to make ですね。それを作るのは難しくありませんよ、ね。あ、この料理のことですよ。このデスティッシュが一等させますね。まあ、タフ公文とか基礎英文法講座見てくださいね。このメイクの目的をかけていってそれが主語になってるってやつですけど。作るのは難しくない。これは意見ですね。判断です。この人にとっては難しくないわけですから、Easy だっていう意見なわけです。 でも人にとって難しいかもしんないじゃないですか。僕だって多分ね、やったらめちゃめちゃ難しいと思いますよ。こんなの作れねえってなると思うんですが。そういうことです。ファクトとオピニオンっていうのはこういうことです。オピニオンっていうのは判断だったり評価であるんですね。この人が評価するにこれは簡単だ。この人が簡単だというふうに判断してるっていうだけで違うよっていう人もいるかもしれないですね。そういうのがオピニオン。で、実際にしてることはファクトなわけです。だからこのファクトとオピニオンを区別して書いてあるけれども、ファクトなのかオピニオンなのかっていうのを判断して解かなきゃいけないわけです。なんでこんな問題出すんですかそれはね、指導要領に書いてあるからなんですよ。学校 この、ね、指導要領にね事実と意見を区別して理解したり伝えたりすることができるっていう、ね、のが載ってるんですよだからそれを無理やり入れたっていうのは私は見てて思うんですねそうだから解きにくいかもしれないですけど実はねオピニオンとファクトのね区別ができればこんなん絶対オピニオンじゃんっていうふうにね選択肢切れたりもするので実は楽な問題なのでそこまで恐れる必要はないと思ってください書いてあることだけに飛びついて引っかからないように注意してください、はい、この動画良かったら高評価、チャンネル登録よろししくお願いします。 バーディ始まりました。共通テスト対策講座になりますね。今回は第2問の B になりますね。はい、かなり量が多いですから、急いで行かないといけないですね。はい、では行きます。はい、まず最初ですね。Your English teacher gave you an article to help you prepare for the debate in the next class. というふうに言ってますね。はいティーチャーがですね、アーティル、ある記事を与えたと。で Help you prepare.Help は五文形取れますので、ちゃんと知っておかなきゃいけないですね。あなたに prepare。ね で、あなたが prepare for the debate でね、準備できるようにすると。A part of this article with one of the comments is Sean Ballard. アーティクルの一部とコメントが見れるよっていう風になっているわけですね。はい、one、of the 複数名詞。これも何回も言ってますね。はい。では、アーティクルのタイトルを見てみますね、記事の。はい、No mobile phones in French schools っていう風に書いてありますね。はい、フランスの学校でですね、モバイル phones ダメって言ってますね。携帯電話ダメですね。アメリカだったら普通、Cell phone って言いますが、 イギリスではモーバールフォンズっていうことが多いですね。で、まあ、この人に書かれていると、まあ、パリって書いてあるからフランスなんだね。はい。で、順番が、The 11th of December、uh, 2017というふうに、これがイギリス式の語順になりますね。Tracy が書いてるんですね。はい。で、説明きますね。According to the rule explained in the article, t h で説明されているルールによると、Students in primary and middle schools in France won't be allowed to ですね。これができないよ って言って、まあ、ノーモバイルフォンズって書いてあるから、まあ何かしらモバイルフォンズなんだろうね。それがダメって書いてあるんでしょうね。一番、Ask their parents to pay for their mobile phones、ね。親に支払いを <laughs> お願いしてはいけないっていうですね、Ask 一つで,ですから。えー、そうなのこれの支払いですね。Pay for なんとかの支払い。 Bring their mobile phones to school. 学校に携帯持ってきちゃいけない。Have their own mobile phones until after graduation. 卒業するまでは自分のモバイルフォン持っていけないよ。携帯持っちゃいけないよ。ってですね。ねアンテ i ル後ろに時間の表現を置くことができますから、こういうふうに、あれ何これ全知したす全知。ダブル全知しとかっていう,ふうに、ね、思う人もいるかもしれないですが、置くことができます。アンテ i ルの後ろは大丈夫なんですよ。それできるんですよ。Graduation、ね、した後まではずっと自分のモバイルフォンを持つことは許されてませんよ。次、Use their mobile phones at school except for スペシャルな場合を除いて、except for、ね、使っちゃいけないよっていうことになります。はい Uh, your team will support the debate topic.、Uh, ディベ t トトピックをサポートすると。モバイルフォン use in school. u ウウィスコの名詞ですよ。in school should be limited. です、ねはい、リミットした方がいいって言ってますね。Uh, in the article, one opinion, not a fact. オペニオン出てきましたね。helpful for your team is that. です、ねはい、助けてくる役立つです、ねですね。モバイルフォーンをあなた使うの反対側ですよ。モバイルフォーンを使うの反対っていうのに役立つ意見はどれかっていうね。 はい、一番。it is necessary for students to be focused on studying during class. ね、during class の時は、勉強に集中しよう。でね。はい、f o c u s on study. <S students should play with their friends between classes. ね。クラスとクラスの間では、友達と遊べって言ってますね。だ携帯いじってんじゃなくて、友達と遊んだ方がいいよって言ってす、ね。三番。the government will introduce a new rule about phone use at school. ですね。n m e n t がこういうふうに出すからですね。n m e n t がこういうルールを導入するからだよ。 メニュー悪いですね。これ簡単ね。覚えやすい,、はい。こういうのが出てくるかどうかを見ますね。で、この3番はファクトでしょう。どう考えたって。そうでしょう。ガバメントがこうやるっていう判断とかじゃないよね。オピニオン、前回やりましたね。判断とか評価のことですからね。ガバメントがやるっていうのはこれ意見じゃないでしょう。ガバメントがこうしますよっていうのは事実ですから。だからは明らかにおかしい。そう、だからファクトやオピニオンっていうのは難しく考える人が多いけど、逆に選択肢を減らすのに役立つんですよ。 The other team will oppose the debate topic in the article one opinion, another、uh, fact helpful for、it. that team is that, って <laughs> 書いてあってディベートトピックに反対というふうに書いてますね。 さあそのディベートトピックが何か見ますね。モバイルフォン use in school should be limited ですね。これの反対ですね。モバイルフォンを使った方はリミテッドされるべきであるっていうのの反対だから、リミットされるべきではないっていうふうにね、ことですね。だから、いいことを言うはずですよね。モバイルフォンを使うことのね。だから、It is better to teach students how to control their mobile phone use、ね。モバイルフォンを使うそのやり方を 学ぶことがでできるようですねどういうふうにコントロールするか学べる、ね。で、次が、The cost of storing students' mobile phones would be too phones high mobile be of would そのコストっていうのが高くなりすぎちゃいますよって言ってます。 もしリミットしちゃったらそれを保管あストアって保存するですねいろんなものが保管されてる保存されてる場所をお店っていうんですよ、ね、その保管するコストが高くなりすぎちゃうよって言ってますね ホストだけやってみましょうかホストと保存だけやってみますか。それが高くなりすぎちゃう。次、The rule will be applied to all students at the country's primary and middle school ですね。はい、Will apply 大丈夫ですか当てはめるですね。Apply A to B ですよ。それの受け身になってますね。Apply the rule to、はい、all students に当てはめるよ。はい、全部の学生に当てはめるよっていうのもこれもファクトでしょ。あるとしてもね。まあ実際あるかないかは知らないんですけど、するべきだとか書いてないですね。ここでシュッと,とかだったらいいけど、これは オピニオンではないなってわかるので、ね、すぐにわかるんですよ。はい、そうウェルって書いてあるからね。だから私からするとこのオピニオン問題なんか三択になってくれるから楽だなって思うんですけどね。次、in the third paragraph of the article, one must live what the times means that people should。はい、これの意味を答えますね。これが出てくるんですね。One must live what the times っていう,ふうにね。 でこんなの表現でほらイディオムとかって調べたって載ってないですねそういうことです載ってないような表現だって出てくるんですで載ってないいいんですかそんなの出してねえだって前回言ってたじゃないですかセファールっていうレベルに従ってて共通テストっていうのは C1 とか C2 とか難しい単語とか表現が出ないって言ってたじゃないですかこんなん知らないような表現出していいんですかみんなが知らなければ平等ですねそうみんなが知らない表現は出してもいいんですよえー、いいんですかそんなのじゃあどうやって答える推測するってことですね そう文脈を使っってて出せっていいううう問題なんですよこういう表現知らないでしょ知らなくてもいいんだ知らないでそれを文脈からちゃんと推測してねそういう問題です、えー。センター試験でも出てましたよねこの生活している時に合わせて応じてですねアコーディングトゥライフスタイルを変える ポピュラー・トレンズに関係なくていいんですかね of。関わらずで覚えるとややこしいので関係なくて,覚えててください。はいトレンドに関係なく自分の生き方をしなさいと。According to も、自分がその生きている時に応じて合わせてライフスタイルを変えなさいなのか。ポピュラー・トレンズに関係なく自分の生き方を貫けなのか。Remember their childhood memories ね。はい、自分のね 子供の時のメモリーを覚えなさい。Try not to be late for school.、ね、学校に遅れないようにしなさい,い。学校に遅れない子供の時の思い出。はい次。According to his comment, Daniel McCarthy, なんとか、The rule stated in the article.、ね、はい、アーティクルに出てて、この人っていうのはこのルールに対して。 アーーティクルルに出てててくるるルル対してどう思ってるかもちろんこれ選択肢まで覚える必要ないですよ。それが出てきた時に解けばいいですけど一応やってください。Has no、particular opinion about. 特に意見はない。部分的に賛成。strongly agrees with だから超大賛成。strongly disagree、with. 大反対って言ってますかここが出てくればパッと解けばいいですよね。一応選択肢授業だから先に見てあとは選択肢を覚える訓練のためにやってますけど実際はこれが出てくる場所が分かってますからどこに出てくるかっていうのが分かってるのでそこが出た時に解いて構わないですね。 厄介なのは該当箇所っていうのが本文のどこにあるかわかんないっていうねバラバラに出てくるときが厄介 <noise> はいではいきますね。The French government will prohibit students from using mobile phones in schools from September 2018ですね。事実でしたねそう禁止 言ってますよねスクールズでスューデンツが使うのを禁止。プロヒビットヒットフ r o m ING ですね。プレベントヒトフ r o m ING なんかと同じような形ですね。もう使うのダメですよって言ってます。Students will be allowed to bring their phones to schools.、はい、学校に持ってきてもいいんですよ。持ってきちゃダメっていうのがありますよね、選択肢に。But not allowed to use them at any time in school with their special p e r m i s s i o n ね。特別な許可なしに使っちゃダメ。 This rule will apply to これに当てはまる all students.、ね、all students まま In the country's primary and the middle school. Primary と middle school. みんなに当てはまりますよ。特別な時以外はダメだよって書いてあるからこれ分かりますね。はい Ask アスティアパイアンツオークネンで書いてなかった。Bring their mobile phones は OK なんですよ。Bring しても構いません。Have their own mobile phones っていうのも書いてないですね。After graduation なんか出てきてない。はい、except for special cases ですね。パーミッションがあったとき、許可があったときだったら OK ですから。だから4番が正解っていうふうになりますね。 まあこれはね80%の人が正解してたから結構できた人が多かったですね。はい第2弾なく言って、ジン・マイケル・ブランカーなのか、えー、ミシャオなのかわからない。これね、マイケルっていう時は男で、ミシャオっていうの,の場合は女性になりますけどね。どうでもいいですね。ジンっていうのも男性、女性両方いるんですけど。<で> the French education minister stated こうやって言って、These days the students don't play at break time anymore. 休み時間に遊ばない。 They r e just all in front of their smartphones. ね、スマートフォンの前にずっといて。で、and <noise> from an educational point of view、ですね、educational point of view、that's a problem。それは問題だ。そうですね。ただ指とか見てるいいんですけど、そんな風にやってる人はいないですね。これね、みんなゲームとかやってさ、遊んだりさ、LINE でうーみたいなのやって、TikTok でばだだみたいなのやってるんでしょ。ね。He also said a funds may be needed in case of emergency。はい、そ、ね、の emergency のとき人。But their use has to be somehow controlled。ね、コントロールされなきゃいけないよっていう風に言ってますよね。<noise> ということで、ここにこの人の意見が出てきました。この人は、 セルフォン反対側ですから携帯ダメダメ側ですね携帯にマイナスのイメージを持っている人だからこの人の意見っていうのはブレイクタイムの時に遊んでねえよでこれ携帯ばっか見て友達との遊びそういうのも必要だろうっていう風に言ってたからこれですねはいブレイクタイムのところを Between Classes と言い換えてますねこれね うまい言い換えだなって思いましたけどはいということでねここの最近遊んでないよブレイクタイムズに、ね、よろしくないよっていう風に言ってますで however って来てますからはいここから意見が逆になるはずですねこっちでは携帯の良くないことを書いてあっただからこっちからは携帯のいいことが書かれるはずです not all parents are happy with this rule ですねはいこのルールに全部の、はい、部分否定ですねすべての parents がハッピーではないよって言ってます Several parents said, こうやって言って、One must live with the times. 出てきましたね、はい、この謎の表現。One must live with the times. よくわからないさあ、それはどういう意味なのって言ったら、It doesn't make sense to for us children to have the same childhood that we had.、ね、私たちが送っていた childhood と同じのを子供たちに知る。同じ childhood をやんなさいっていうふうに無理やりにやることっていうのは、doesn't make sense ね。 意味だから同じようなチャートフットをやらせてもしょうがないじゃんみたいなですねそんなことしちゃってしょうがないじゃんっていうのがこれだっていうふうに分かるわけですね。これと同じことを言ってるのを見つければいいさあどれかっていうのを見てみると they to when they live? そうですね自分たちの住んでる時代に合わせて変えるんだ といううこでですねそうでしょまあ皆さんだってそうでしょういきなりね同じようにしろっつってねボンっ,って、はい、今日からポケベル使えとかってね言ったって嫌になるに決まってるわけじゃないですかできないよね,ね今日からスマホ禁止ですみたいなね家電で電話しなきゃいけないとかなるなんていうさっていうことですはいもう1、はいね、個来ましたねさらにって来てから意見2つ目ですねはい Other parents added です、ねはい、加えてこう言いました。ああ、そうこういうふうに、ね、加えて言うとかっていうふうにアドは使えるから知っておいてください。Who will collect the phones? Phones を誰が集めるんだ ?And where will they be stored?、はい、どこにそれを保管しておくんだよ ?How will they be returned to the owners?、ね、どうやってそれを戻すんだ ?If all schools have to provide lockers for children to store their phones. 携帯電話を入れるロッカーを与えなきゃいけなかったら A huge amount of money and space be needed. めっちゃ多くのスペースとお金がかかっちゃうだろうだから携帯電話をリミットするのは良くないんだよっていう2つの意見が出てきてはいそうですこれで分かりますよね回答講義をぜひ見てくだよこれで分かりましたねこれがはいそうです 高くなるお金がかかっちゃうよ。っていうのが正解ですね。携帯でもリミットするのに反対側の意見ですから、ハイバッチですね。だ、ここが回答の根拠になってたっていうことに気づけばいいです。回答の根拠ってこういうふうにばらけていきますからね。できちんとその回答根拠を見つけて、あでそうそう。実際の本番ではちゃんと印つけておいてくださいね。あ、ここに1番の回答根拠があるんだったら、こうやって1とかって書いたりして、11とか12とかって書いといて。 コストがここででこででっちが14でねっていうふうに、回答根拠を書いておいて、あとで見直すときに最初から全部読み直さないでくださいね。見直す時間があるか分かんないですけど、見直す場合は、この回答根拠の印がついてあるとこだけを見直すっていうのをやってくださいね。本当にみんな見直すイコールですね。最初から全部読み直すみたいなですね。そんなの本当時間の無駄ですから、そんなやんないでくださいね。はい。では、コメントいきますね。21コメントに、ね、21個来てると。で、一番新しいのが、ニューアストが、はい、出てきましたね。ダニア・マッカーティが出てきましたから、はい、こやって解きますね。 Well done, France! France, よかった !School isn't just trying to get students to learn how to calculate things. ね。計算させるだけじゃん。get t people to do だけじゃないよ、スクールっていうのは。There are a lot of other things they should learn in schools.School で,、ね、でもっとね学ぶべきことたくさんあるじゃないですか、ね。Young people need to develop social skills such as how to get along with other people ですね。他の人たちとうまくやっていくそういった s o c ソーシャルス l ルが必要なんだよっていうふうに言ってるわけですよ。これでわかりますね。この人は Well done, France! ですから、strongly agrees with 大賛成だ って言っってるので、まあ、これは結構かかりやすかったかなと思います、ね、ただまあね初めて受けてなんだこれどうやって解くんだと思った人はあんま解けなかったんじゃないかなだから発生当率が62%それに対して上が、ね、54%まあこれ推測はねできた人はいたとは思うんですけど文脈使えば簡単なんですが多分ね初見でどうやってやっていいか分かんなかった人がいたでしょうで小井さんが48%やっぱこのオピニオン問題ねどうやってやっていいのか分かんなかった人が多かったと思いますね41%になってますね で最後このソーシャルだけは覚えておいてください社会的なというふうに覚えるからなんだかよく分かんないんですが SOC っていうのは何かと何かをつなげるっていう意味ですねつなぐという意味です。だから アソーシエイト、AOSP とかね、ほら、A と B をつなげるとか、関連させるとか、そこから思い浮かべるとか、A と B を結びつけるっていうね、が連想するとかで出てくるわけなんですが、そういうことです。何かと何かがつながる。だから、人と人とがつながるものですね。それをソーシャルっていうんです。だから、ソーシャルメディアって言った場合に、人と人とがつながるメディアだから、SNS って、ソーシャルメディアっていうわけなんですね。そだから、これ、東大も通ったことありますから、知っといてください。社会というので、覚えないでくださいね。ソサイエティね、社会の反対は何ですかって言ったときに浮かびますかね えかやしいいですか違いますよ社会の反対というのは個人ですからそうだから個人だったら社会は成り立たないんですよ人と人とがつながって社会というのは成り立つわけですだから奏、ね、者っというのは社会化できるわけじゃないですね,ねいろんな人とこう友好を持てるような人のことを奏者坊っていうわけですよね奏、ね、者坊じゃないですねはい奏者はあいつですね これを社社会会化化すすすするると覚える人ががごく多いいんででてどういう意味ですかだかだらこれねよくねアメリカとかだね「I like socializing」とかってね男の人がいてねそれを聞いたです、ね、女の人がねわーかっこいい素敵みたいな社会化する何これボランティア活動とかなんかやってるのかしらと思うんですけど違いますよ I like socializing っていうのはですねただ人と遊んで,ですねお酒飲んだりし,てしゃ喋ったりするのが好きだっていう意味ですねそういう意味でソーシャ l ize っていうのはそういうことで社会化するというかね他の人とつながるっていうことですからねそういうのを言うんですよわかりましたねだからこのソーシャルっていうのは結構間違ったイメージを持ってる人が多いので気をつけて っていうことはソーシャルスキルっていうのはそういうことなんですよ。そうだから携帯でスマホでね。つってばっかりやってるんじゃなくて、他の人と繋がりなさい。よっていうのがこういう意味だってことなんですね。こういう風に解き方っていうのはね。結構大変だとは思いますが、まあ、ちょっとね。架け足でやってきましたけど、多かったのでこうやって解くことができますのでぜひですね。参考にしてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、この動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。 では始ま,りました。共通テスト対策講座第5項になりますね。今回は第3問の A を扱います。まあここがね、えー、短いのですんなりいくんじゃないかなと思います。できた人も多いと思いますね。はい、それでは見ていきますね。という形で、はい、ブログの中にね何かストーリーがあったんだって。でそれを見てあっ。 言ってます、ね、でそのブログのストーリーは誰に書かれたのかって言ったらフィーメルエクスチェンジスティーデンスから交換留学してるね女の子のやつだって言ってますかでは説問をねチェックしてみますね2つしかないので非常にえ分かりやすいというか簡単と思いきやですねあったスクーフェスティバルスクーフェスティバルですからまあ知ってません、ね、文化祭みたいなやつだよねでこうだったって言ってガーンみたいなねヒントがこれしかないみたいなね結構やかじゃなかったですか情報が多いんだよねこれね 1一番、More food at the stalls was sold out before lunchtime 書いてありますが、at the stalls ですね。まあなんか売店みたいなやつですね。露店とかそういうのを stalls って言いますね、まあ。とにかくフードが売り切れだったっていうのを頭に入れますね。ランチの前にほとんどのフード売り切れっていうのを頭の中に入れますね。で次は、The dance show was held inside due to poor weather ダンスショーが due to 原因を表す表現ですね。ね、poor weather ですから天気が良くなかったから 中、インサイドでやったよって言ってますね。はい。ダンスショーを頭に打ち込んどいて、中でやった。次、The ghost house was run with their electronic devices っていう形で書いてますね。はい。ゴーストハウスっていうのが出てくると。まあ、お化け屋敷的なものでしょうね。ゴーストハウスって言って。そんな人使うか、この表現って思うんですね。まあ、haunted mansion とかねあの。ディズニーにあるやつとか。あ、マンションっていうのは豪華な家のことですので、ねあの、日本のマンションとは違うので、間違いないでね。 で、RAN ですから、えーまあ、オペレートみたいな意味ですね。r ン n っていろんな意味があるじゃないですか。まあ、流れるっていうイメージを持っておくといいですよ。こうこう動きがあるっていうイメージを持っておくと、こう動かすってねなるでしょうら。経営するっていうのも会社を動かすっていう意味ですね。あとは血が流れているみたいなね。何々家の血が流れているみたいなのも RAN 使ったりしますね。こう流れて動いてるイメージを持っておくといいですね。はい、でこの Electronic Devices、デバイス装置ですから、はい、何かしらの、ね、電子機器みたいなのがなしに動かされていた。 はい次 e Karaoke c o m p e t i ね、これ、ね。カラオケですね。カラオケってね、最初聞いて何、何なんて言ってんのみたいに思ったの覚えてますけど、アメリカでカラオケとか、トラ d とか、空手とかね、オクナワとかね、はい、キヨロとかね、えい、はい、で、カラオケ大会みたいなですね、コンペティション。まあ、ほら、ゴルフコンペとかって言うじゃないですか、日本でも。あれです、コンペティションですね、競争なんです。だから、カラオケ大会みたいなのが w o r Held 行われたよ、in the morning。朝あった。カラオケコンペティションが朝ありました。 ね、状況は頭に入れます。まあ入れられなかったら本文読んでからね。やればいいですけども、まあ入れる訓練はしておいてください。はい、で次が You l e a r n d that the writer of this blog.、ね、このブログのライターはまた抽象的。どこに答えのヒントがあるのかずっとわからないよね。Enjoy the ghost tour, the dance show, and the teacher's artworks. ということで、ゴースト tour。ゴーストツアーって言ったらさっきのゴーストハウスとは違ってツアーだからなんか結構長い時間、1時間とか2時間。 ね、この街とかさ、トンネルツアーとかそんな感じがするけどね。The dance show, はい、ダンスショーを。And t e a c h e r s artworks, ですから、はい、teacher の芸術とか美術の作品ですね。作品の場合は数えられますね。works になります。で、次は3月に The karaoke competition, はい、カラオケコンペティションと、one third prize ですね。はい、三位をゲットした。win やりましたね。後ろには賞とか試合を取るよってってね。はい、one third prize ですから、三位を取りました。ね、次。 Try different took the contest Different karaoke dishes and took second place in the、ね different、dishes in place を Try したと、まあ、いろんな料料理理でででしょうねねねこのディッシュはは、ね、食っっっってててて2位だったって言まますす、ねはい、入れておきます、ねあまあ、本番では、ね、自分がとか引くときはザとかもう無視しちゃっていいですからね。で次が w a r s p l e a s e with <S、はい、喜んだ hard dancing, です、ねはい、dancing と hard short movie about the festivals、ねはい、と hard、えー、short movie フェスティバルについての ショーーートムービーこれで喜んだ満足したよってやつね。Be pleased with ね。まあ、意外とこの Please なんてね出題されることもありますね。ファーセダーでも出たことありますね。それに喜んだって。はい。結構情報量が多いですね。だからなるべくこの字を日本語に置き換えるんじゃなくて状況を頭の中にイメージできるようにしておくといいですね。まだそんなの難しいですっていう人はですね。まあ、読んでからでも構いません。徐々にね訓練していきましょうね。できるようにしていきましょう。 フェスティバル、Sunday, September 15th。I went with my friend Takuya ですね。Takuya ですね。まあこの哲也とか、Takuya とかね、えー、いろんな名前あるじゃないですか。このね、A で終わるね、名前ってさ、 基本欧米ではさ女性を表すからさだからねそうわかりますね私の名前もそうなんです鉄矢ってね女性だと思われたこと何度もありますだからこれもねタ屋ね女性だと思われることもあるんですよ結構ねはいだから前にね教材で作ったことがあるんですよこういうふうにタクとか鉄矢みたいなの入れたらそしたらね金津人だったかながチェックした時になんでこれ火って受けてるのに A で終わってんの名前おかしくねみたいにね言われたんですよ そうかですね、ジュリアとか、ね、マリーナとかですね、まあ。確かにそうだなと思ったけど。で、g h school, school festival に行ったと言ってますね。Uh, go to ですね。大丈夫ですね。ね友達、タクヤと一緒にハイスクールフェスティバルに行った。I hadn't been to a Japanese school festival before。過去よりも前ですね。ハデントですから、はい。行ったことがなかったとっ言ってますね。で、ウィフェスト tried the ghost house。はい、ゴート house 出てきましょう。It was well made よく作られてた。using projectors and a good sound system to create a frightening atmosphere。 プロジェクターを使っててそしていいサウンドシステムを使ってた。 で、Create a Frightening a t o Sphere. Frightening a t o Sphere を作ってた。まあ、これね、分子構文とかってやつですけどあ、いっぱい出てきますね、この共通テストのやつね。使わないといけないんでしょうね。たくさん出てきます。で、サウンドシステムとか、プロジェクターとか使ってますあ。プロは前ですね。ジェクトは投げるという意味ですけど、前に投げる。だからこう投影するみたいな意味ですね。Frightening 恐ろしい、atmosphere. アトムスフィア。アトムスフィア雰囲気は大丈夫ですね。スフィアっていうのは球体のことをスフィアって言いますね。ヘムスフィアって言えばこの半球ですよ。そういうふうにスフィアっこの丸い。 ってね球体のことを表しますよね。で、そこから来てて、大気とか雰囲気っていう意味ですね。はい、で、これでわかりますね。サウンドシステムとか、エレクトロニックディバイス使ってますから、えー、だからこの3は <laughs> 間違ってますよね。ゴーストハウスっていうのはエレクトロニックディバイス使ってますね。だから矛盾してるっていうのがすぐ分かる。で、次、n we watch the dance show。はい、ダンスショー h o 出てきますね。performed by students ね。Students によって 出演によってられてるダンスを見たいよとします。They were cool! かっこいいっていう意味は c、cool、ですね。They were 寒いじゃないですか。はい、They were かっこいい !Dance well! です、ね、うまく踊ってた。It's a pity that! です、ね、これ重要表現ですね。こう これは残念だっていう時です。It's a pity t ですね。英作文とかでこのあがめちゃくちゃ抜けてくるので気をつけてください。It's a pity とか、What a pity とかですね。What a pity ですからね。間違えないようにしてください。Shame も同じですね。It's a shame っていうふうにあをつけてくださいね。What a shame ですよ。これ抜かしてくる人がすごく多いので気をつけてください。ね。これだったのは残念だってですね。I'm sorry みたいな感じですね。Weather was bad. ですね。はい。天気が良くなかった。うん。なんかありましたね。そ,そういうの。 If it had been sunny, 天気が良かったら家庭法過去完了発動ですね。天気が良かったら、アウトサイドでダンスしてたのにって言ってますね。天気が良かったら外でダンスできたのにってことは実際はそうですね。天気が悪かったからインサイドでダンスしたってことですから、はい。そうです。家庭法は出てくるんですよ。だから答えは2番。っていうふうに。 できるわけなんですね仮定法ね絶対ぶち込んでくると思いますよ今までのセンター試験もそうですねどこかに必ず家庭法出てきましたねそれだから指導要領の範囲だからですだから共通テストでもどこかに仮定法は出てくると思いますよ絶対ね分子構文も範囲だから分子構文いろんなところに散りばめられていますねそういうことですだから指導要領と4技能テストの板挟みだって言いましたよねだから出てくるんですよ いろんな文法事項が必ず本文中にね入ってますからだからこの「家庭法」っていうのは裏をちゃんと読んでくださいね。晴れてたらやってただろうにってことは実際は雨が降ってて。 中でやったってことですね。はい、で、あ、ランチタイム、ハランチタイム。we a t ハワイアンパンケーキですね。パンケーキ食べたい。パンケーキって、なんかね、最近のイメージだと、ホットケーキとパンケーキが別物になってるんでしょう、日本。同じですからね、間違えないでください。なんかパンケーキはおしゃれなやつホットケーキは家でお母さんがホットプレートを使って焼く、しょぼいやつみたいに思ってる人いますが同じでしょ。ハワイアンパンケーキス、タイカリー、タイカレーもあるんで、ハワイアンパンケーキ、タイカリー、アンメキシカンタコーすね、タコスですね。 フードストーリ、えーで食べたよって言ってます。いいやったで。They were all good. です、ね、美味しかった。But the Italian pizza had already sold out by the time we found the pizza store.、ね、ピッツァストールに行った時にはもうなくなっちゃってたよって言ってますね、はい。その時までには by the time って言ってますから、はい、これもこのほ,らほとんどの食い物が売り切れだったわけではないですね。ピザは売り切れだったけどね。なんで気をつけてくださいね。こういう引っ掛け。 はい、in the t e a f r で、エンドアフタヌーンになりました、今度は。We participated in です、ねはい、参加するね、participate in 何回も出てきてますよね。A karaoke competition、はい、出てきました、karaoke competition.We participated in a karaoke competition together、はい、一緒に参加したよ。a s both of us loves i n g i n g、ね、歌を歌うのが好きだから2人ともってですね。で、surprisingly、はい、驚いたことに、We almost won です、ね、もうほとんど勝てたよ、almost ですからね。 勝ってはいないです,、ね、amazing, ですね。コンペティションに20人も参加してたからね。だから驚きだ。We were really happy that many people liked our performance.、ね、私たちはパフォーマンス好んでくれて嬉しかったって言ってて、で、ここでわかります、ね、そうでね。2人組で出てて、We almost won っていうのは1位をもうちょっとで取ることができてたってことです。そうです。ここですね。だこの2位の、ね。これがだからタクヤで、で、この人が エクスチェンジ・ステューデントですね。っていうのが分かるわけですよ。はい。ね、すごい、イエーイもうキャピキャピ感半端ないですね。この人の足がすごいよね。同じ方向にパキッてね、まあ、ちょっと折れちゃってるのかな。ね、はい。どうでもいいですね。で、we were really happy that ですね。はぁ、そう、be happy that SV みたいな形で撮ることができますね。ハッピーを後ろに that SV を撮ることができます。はい で we also enjoyed the digital. デジタル、めっちゃ間違えるからデジタル、D.E. って書いてる人が多いので気をつけてください。デジタルペインティング、ね、デジタルペインティングス、スティーデジタル、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 デ t タル、デジタ s デジ d e デ t タル、デジタル、デジタル、デジール、デジタル、デジタル、デジ i ル、デジ t ル、デジタル、デジタル、デ s タル、デジ n ル、デジタル、デジタル、e ジタル、デ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 ジタ準備したっていうのデ驚きだ。By themselves、自分たちだけで。 The school festival was pretty impressive.、ねはい、福祉の pretty ですからね。品詞が分からないとだめですからね。これかわい,いじゃないですよ。すごいね。とってもってんですね、えー。とってもすごかったよんっていう意味ですね。で、これで2つ目分かりますよね。Enjoy the ghost tour はなんか出てないですね。はい、だから2つ目です。この teacher's a r t w o r k っていうのも出てない。s a n g i n e the carrier competition、はいね、歌ってました。でも 3rd prize じゃなくて 2nd prize ですから2、はい、は違う。tried different dishes. はい、食ってましたね。タコスだったりとかパンケーキとか食ってましたね。and took 2nd prize in the karaoke contest. そうです。カラオケコンテストで2位だったんです、ね。4番はそう、w o s p s with h r d a n c i n g 彼女自体は踊ってないですね。彼女は歌ってましたけどね。はい、でこのフェスティバルのショートムービーというのは彼女が作ったわけじゃないですね。スティーレン s が作ったものですよねえ。ということで、ご飯食った情報ですね。ご飯を食べました っていう情報とカラオケで。二だったっていうこと。 でもしこれだけで2だっていうのがよく分かんないんだったらこの絵を使ってですねという形で、えー、情報がやっぱいろんなところにあるじゃないですかこういう問題ですね解けるようにならないといけませんこうやって情報をちりばめる複数の情報を照らし合わせるっていうのを使うことによって難易度を上げるわけです非常に簡単なんだけれども難易度が上がるってことですだから最初の方は1箇所だけですから87%ですからね正答率だいぶ高いそれに対して2問目の方は 情報を照らし合わせるから簡単な内容だけど。 ね、読みやすいしさ使われてる表現も簡単だけど64%というふうに複数の情報を照らし合わせるから正答率を下げることができたわけなんですよね。はいえー、こういうふうにね複数の情報を照らし合わせるっていうのを、ね、意識することですね、えー、そしてまあ選択肢から映像化してですね読んでいって本文中の映像とこう照らし合わせるっていうのができるようになっていくとこれがね後々リスニングを解くきに非常に役立つのでぜひ実践してみてください。まあ、もちろん 無理やりやっぱ日本語に訳さないと無理ですって言うんだったらまずはいいですよ日本語に訳していいんだけど、まあ、だん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 ねそういったこのイメージとイメージがつながるとかっていうのができるように頑張っていってみてくださいまあそういう時に、ね、音読したりとかさいろいろ言うじゃないね「シャドーイングやってます」とかっていうんですけどそういう時にねだから日本語訳を介さないでも状況が浮かぶようにっていう訓練はねなるべくしてほしいです絶対やれとは言わないですねまず声読もできないんですって言うんだったらきちんとやっぱ読めるようにならないといけないですから一文一文ねそっちを優先してくださいまあね英文解釈とかね 公文取るやつとかね、えー、そういうのやってませんって言うんだったらきちんとそれをやってからですねこういった力も身につけられるようにしていってほしいと思いますねはいこんな感じで引き続きやっていきますのでまあ今回の問題はだいぶ優しめだったけれどもやっぱり情報を照らし合わせなきゃいけないから時間がかかっちゃうそうなるべく時間を短縮するためにね選択肢を覚える訓練とかイメージできる訓練っていうのを続けていってくださいはいこの動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします ここで始まりました。共通テスト対策講座ですね。第6項になりますね。はい。6回目は3の B になりますね。これもね、そこまでレベルは高くなかったと思いますが、まあ次回からね、ちょっとレベルが上がりますので、気合を入れて頑張ってほしいと思います。はい。ではいきますね。3の B ですね。はい。3年 BU です。はい。You found the following story in the study abroad magazine ですね。はい。海外に留学するですね。study abroad ですね。はい。発音 b r ですね。これ、b r o ド d じゃないんですからね。b r ですね。 でマガジンで見つけたと言ってます、はいまず最初が According to the story, Deborah's feelings changed in the following order. ですね。はい。オーダー。順番っていう意味のオーダーですね。これね。 やりましたねいかの順序で変わっていきましたよ気持ちがデボラのね気持ちの変化、まあ、時系列で追っていかなきゃいけないわけですよまあ似てるので最初はナーバースだっていうのは間違いないですからね緊張はもう間違いないんでその後に混乱嬉しいショックが残念みたいなんですねそういうのがあるわけですよねいやこれだって見逃したらもうそれでおじゃんじゃないだからかなり大変だよね続いて TheGift で Deborah o s デボラが選んだギフト 適切なもんじゃなかったよ、in Japan、日本では、because it may imply、ねはい、これをほのめかするからねっていうふうに言ってますね。はい、appropriate ですね。この proper がここに入ってるの知ってましたそうこれだから仲間なんですよ、これね、えー。だからこれバラバラに覚えてる人多いですけど、適切なっていうですね、実は二つとも同じ単語から来てたんですよ。 これをほのめかしてるか、A、long stay, 長い stay, Congratulations,、ね、おめでとう Glowing Anger,、ね、お怒りが増している Passion for Living,、ね、生きる情熱。次が、from the story, Yulanda o t h Deborah. Deborah、ね、はこうだってきますね。はい、これもね、長いというか、いろんなのがありますよね。はい。Teresa Begonia ですね。Begonia っていうのは花の名前ですね。まあ、読んでればわかると思いますそう。みんなが知らないような、こういう名詞だった場合は、ちゃんと文脈でわかるものっていうのは全然出しちゃって構わない。基本的には、セファールっていうね、 基準でここだと A2 レベルなんですけど B1 レベルまでしか出さないって言ってるのでなんで単語はだいぶ簡単なのが出てくるんですよただその花の名前とかねそういうのみんな知らないじゃないですかでそういうのはちゃんと説明してくれますから本文中でだからちゃんと公平だってことですそのセファールの単語のリストに載ってなくてもちゃんとわかるように説明してくれるからってことですよはい For her teachers,、ね、teacher ですねにで because she learned the meanings of several flowers in her class 意味っていうのをを学んだからだかかららニャを選びましたって言ってます、ね、次、Not only practice the hard Japanese, but also learn about Japanese culture because of big o r n a ですね。はい、今回ビゴ g o r がまた出てきたからもう印はつけなくていいかなと思うんですが、まあ、Not only a but also です、ねはい、日本語って というのと日本のの文化っていうのを何かしら学んだんだですね、はい、日本語を練習するだけじゃなくて日本の文化についても学んだよ。ビゴニアのおかげ、ビゴニアが原因で、因果関係ですね。因果関係をなるべく矢印書いていきます。え答えに関係あることが非常に多いからです、ね、次第の入試でも、国立の入試でも。はい、Visited the hospital, hospital, 行ったよ w i t h her teaching assistant, teaching assistant,、ね、TA さんと行ったよ。To see her teacher and enjoy the chatting. ティーチャーに会いに、そしてこうペチャクチャ喋ゃるの楽しんでよって言んです、ねはい。ティーチングアシスタントと言、えー、った先生は何回も出てきてるからもうほっときますけど、はい、ホスピタル行って、でチャットしたとね、喋るのを、Enjoy ING ですね。大事ですね。入試は。次、w o r l s Given an Explanation、はい、説明を与えられたよ。a b o u t the Big Ornia.、はい、or by Mr. Hayashi ですね。Mr. Hayashi さん登場ですね。で、And learned its hidden meaning ですね。はい、隠れた意味を学んだ っって言って言ますね、はい、ビゴニアの説明を受けて与えられたですね、気分ですね。第4文型の受け身ですね。今までやったことがたくさん入ってますね。そうなんですよ重要だったんですよ。今までやったこの基礎文法分かってないとい。選択肢自体分かんないからね。そうだからきちんと、ね、文法をやってない人は復習してくださいね。<noise> ではいきましょうね。Uh, flowers and their hidden meanings。もうタイトルに出てもね、花とその、ね、隠れた意味って書いてありますからね、花のね。 なおこまえやま、そうこれね、まえやまなんでね、これ、なんだこれ、みえやま、みなんだこれとかって思っちゃいましたけど、まえやま、日本人だったんですね。Teaching Assistant、はい、Teaching Assistant の人が書いたんですね。Giving Flowers is, is definitely a nice thing to do.、ねはい、フラワーをあげること、大丈夫です。これね、主語同名詞だから、いずなんですよ。塊で主語ですからね,、はい、ね。フラワーをあげることっていうのは、 Definitely. ですね、絶対いいことだみたいなね。確実にいいことだって言って。However でもね、when you're in a foreign country, you should be aware of cultural differences. でも気をつけなきゃいけないよって言ってますね。However が来ているので、前と逆になるわけですよ。 この問題に関してはそこまで重要なことではないですけどもこっちにナイスだっていいことが書いてあって「however」が来てるからこっちにはよろしくないことが来るっていうのはちゃんとね読解するときに重要な知識ですからプラスのあとで「however」が来たんだからマイナスだっていうふうに見抜けるようにしといた方がいいですよ。はい、文化のの、ね、違いいいっっっててててうのに気づいておべきだよんって言ってますでこれが第一段落ですからだから花をあげることで注意しなきゃいけない文化の違いっていうのについて書かれていくなと思って読んでくださいね。 こういうふうに先を読めるようになってくださいね。Deborah, who was at our school in Japan? はい、で、d e b o r a さんの話になってますね。In Japan for a three week language program.3 week ってこれね、形容詞的にかかってるから、3 week program ですね。なんでこれこれ S つけちゃダメってですね。3 week program ですね。はい、10 minute break とかね、10分休みとかっていうふうに10 minutes にならないやつですよ。で、この人が、Nervous at first。最初は Nervous だった。はい、Nervous とかかもう出てたららいらないなで、すよねで At first って出てるこれめちゃくちゃ間違いやすいんで気をつけてください。At first 最初はこうだったけど後に変わったっていう印ですからね間違えないでくださいね。I hated John at first って言ったらね最初ジョンは嫌いだったけど 後に好きになったって言うんですね。これだから英作文にめちゃくちゃ書いてくる人が。人 I agree with t h e statement.I have two reasons.At first! とかですね。知らんがな,なみたいな、ね。最初はこうだったけどっていきなり書いてくる人。やっぱりそれ first とか first of all って言いたいんでしょうけどね。一つ目の理由っていう時にこれ間違った。と first って書いてくる人はすごく多い。これ東大クラスも総慶クラスもめちゃくちゃいえいますよ。間違えないでくださいね。で、because there were no students from Canada. Home country ですね、カナダから来ている人が誰もいなかったからだからデボラは緊張してた。But! とほらね、At first に対して But で変わるんですよ、こういう風うに。She soon made many friends.、ね、はい、make friends ですね。はい、友達作って、And was having a great time inside and outside the classroom. てはい、ね、ナーバスだったんでしょマイナスだったけど But! が来て友達作って、ほら、Have a great time って言ってるんね,ね。楽しんでる。だからプラスのことに変わりましたよね。そうだから、よ。 ハッピーになってますね。はい、ほら。プラスのことになってるよね。えー、なんで、はい、A3 か4に絞られます。もう2択。 で、one day, はい、ある日、she heard that 聞きました。her Japanese teacher, Mr. Hayashi, あ、Mr. Hayashi と王長ですね。was in the hospital, ですね。hospital で、ね、入院してるんだ。after falling down some stairs at the station, ですね。駅の階段でを、ね、を転がしちゃったのかなんか、ブっ,って、です、ね、あ痛いたいたいたっていう風にやっちゃったと。はい、stairs 大丈夫ですね。階段ね。これ S つけてくださいね。stair だけだったらの段になりますけど、stairs でこう階段ですね、はい。で、she was really surprised and upset ですね。はい、驚いて、 で、さらに、まあ、気分を返す Unhappy みたいな感じですね。アップセットっていうのは。And wanted to see him as soon as possible ですね。できる限り早く会いたい、as soon as possible。大丈夫ですね。はい。で、だからこれがショックでしょう。はい。ね。ほら、ショックとですから。だからこれ3だろうなっていうのは、もうわかります。実は、ほんのちょっとの情報でこの答えが出ます。で、いきますね、デーブ、はい・アレディサイトを h ーティドハス s タをワイトハクラスメートと言ってますね。And the brought a red begonia and a flower pot to make her teacher happy. ってこという形ですね。p p y 先の、ね花ですよね、フラワーパートっていうか鉢のビゴーニアっていうのがその鉢植えに入っているビゴーニアを、ね、持ってったって言ってますねそうす知ってる人はもうああはいはいはいこういう話ねって分かるとこだよねであとはねそう T.A. と一緒に行ったっつすけどこの文章を書いてる T.A. と言ってないですね友達と行ってるからねこれ違うなって思ってくださいね で、when they e n t e r the hospital room、その hospital room 入って、he w e l c o m e them、その先生ですね、はいこけちゃった林先生がですね、よくいらっしゃいましたみたいな感じね、言うと welcome them、with a big smile ですね、にかーって笑って、で、however、でも his expression suddenly changed、ほら、変わりますね、however で逆になってるでしょ welcome、ね、してにかーって笑ってるのが his expression suddenly changed、変わったと、あ、uh,、when Deborah gave the red flower to him、その flower を あげたたに変わりましたよって言ってて言るのででそうですだからこの expression ていうのはよろしくないことなんでしょうね。嬉しい感情からあまりよろしくない感情に変わったっていうのがわかります。Deborah was a little puzzled.、はい、困惑しました、Deborah.But she didn't ask the reason. なん、ね、でか聞かなかった。because she didn't want to trouble him. です、ね、迷惑かけたくないからわざわざ。えー、なんでそんな気分よろしくなくなっちゃったのっていうふうには聞かなかったっって。だからここれれですねこれが confused ですよねほらパズルってね困惑するっていう意味ですから言い換えられてますね confused にそうですこういうふうにきちんと言い換えを見抜いていけばですねだいぶ簡単なんですよこれ later あと、はい、で In her elementary Japanese, 韓国語のベー s ックレベルのですね、初級者レベルの日本語で、and with the help of a dictionary, はい、dictionary の help ですね、助けと一緒に、Deborah told me, 私に言ってきたよ、about her visit to the hospital. ホスピタルに行った時の話を言ってくれたって言ってますね。で、visit と他動詞動詞の時はそのまま visit the hospital ですね。でも名詞になったらこういうふうに、her visit to the hospital っていうふうに o つけなきゃいけないですからね、名詞の時は。これ難関台で問われやすいですね。これ出てくると解けない人がよくいるやつです。だから、answer the question とかもそうですね。で、my answer to the question みたいな感じで、名詞になったら to が必要っていうのは問われることがありますね。これ東大で出たこともありますよね。で、and how her teacher's expression changed when she gave him the begonia. begonia を渡した時にどのように変わったのかについて話してくれたよっていうですね。そう、hospital に行って、 で、そして先生がリゴーニャを渡したときに変わったっていう時の話をしたと。Deborah said, favorite it's my flower, 私の好きな花なんだけどね、because red is the color of passion.、ね パッションですね。この、えー、情熱の色。うん。ってやつですね。で、I thought my teacher who was always passionate about teaching って教えることは情熱的なやつだから、<laughs> would surely love it too。だから、おそれを好んでくれると思ったんだけどな。で、unfortunately って言ってますから、はい、当然ですね。よろしくないことですね。フ o アハウス growing in a pot are something we shouldn't take to a hospital in Japan。鉢植えで育ってるやつっていうのは、私たちがホスピタルで、ね、日本ではホスピタルに持っていくべきもんじゃないよって言ってますね。 This is because これが原因ですね。理由を言ってくれますね。はい、これが理由だよ。A plant in a pot has roots。根っこがあるから、鉢植えの場合。So it cannot be moved easily. 簡単には動かせないって言ってますね。だからダメだって言ってたよね。で、どういうことさあ、In Japanese culture, some people associate these facts with remaining in the hospital. です、ね、はい、Associate A with B ですね。重要表現ですね。しょっちゅう出てきますね。 これとこれを結びつける連想するってことですよね。この鉢植えに根がくっついているから。根付くってやつですね。はい、なんですね。根付く、根付くじゃないですよ。そこに根付いちゃって、根がくっついちゃっていて。 もうううそこからずっと寝っっっとなしてていいいのでで退院できないっていうでねだからドラマとか映画でも見てても絶対鉢植えついてないですよねだから知らなかったわけですよデボラはあそうなんだ鉢植えに入れちゃいけないこれねいろんな人に聞かれた鉢植えに入れちゃダメなんでしょう日本ってってアメリカ人に聞かれたこともあるし韓国人に聞かれたこともありますねあそうなんだってね自分自身は全然知らなかったけどああそうなんだって学んだことを昔覚えてますよ soon soon after あこれねと a あふたが相性がいいって知らない人がすごく多いのでちゃんと知っておいてください。AA 時点引けば soon と一緒の熟語で soon after って出てますよ。はい、Deborah Hard, the hidden meaning、はい、隠れた意味を聞いた of potted begonia the p o t t e ビ begonia p o t t e ッっていうのもとにかくよく出てるんですけど、これはハッチ上ですね。えー、ハッチに植えられた begonia の隠された意味を知った後すぐに、She visited Mr. Hayashi again to apologize ね。はい、謝りに行きました。すいません。させん。 で、あ、apologize to, 人 for, こととかってね、入手めちゃくちゃ好きですよね。なんで、はい、ほら、sorry ですね。はい、なんてこっとさせんです、ね、すいませんってことです。で、はい、デボラが選んだのが良くなかったのは、根付くですから、はい、根付く、ずっとそこにいるっていうことなんで、a long stay ですね。はい、っていうのが正解。根があって、そこからは動けない。で、それを、ホスピタルにずっと残っているっていうのと結びつけちゃう。ですね。Remaining in the hospital っていうのが、long stay ですね。 という言い換えられてるわけですよね。で、はい、さあ、デブロについては何だなんでしょう。はい、chose a begonia for a heart teacher because she learned the meaning. はい、meaning を知らなかったんですね。知ってて選んでたら悪いです、<laughs> こいつ、ね。だからダメ。で、次に、not only practice heart Japanese. はい、そうですね。日本語練習してたし、learn about Japanese culture ですね。そう、begonia で。日本の文化っていうのも学んだんですよ、この人は。で、3番、visited the hospital hospital. hospital に行った with her teaching assistant じゃなくて友達と行ってます。 to see her teacher and enjoy the chatting. チャッティングをしたとかっておしゃべりしたっていうところは書かれてないです。w e a t s given an explanation about the begonia? begonia の説明は聞きましたね。でもそれは林さんじゃなくて TA からですから。だからここが間違ってるってわかればすぐに選ぶことができますね。はい。だから正答率としては、まあこれね、56%ですね。やっぱり幅広く答えの根拠出てくるから下がっちゃう、ね。と、二つ目。これは62%ですね。 まあ、これねちょっとね、ストーリー読まなくても、知ってればね、鉢植えのやつ、ただ、もうパッとね、鉢が分かんなくて。悩んだ人もいるかもしれないですね。で、これが74。七十四パーセント。ここは。 感情の変化はやっっぱそうででですすねねたったここだけで答えが出るからです、ね、もうちょっとね難しくすることはこれできるだろうなって思ったねここまで同じ選択肢があったらもうちょっとね分かれるんじゃないかと思いますけど、はい、そういった形で正答率が出てますはいということですね日本に来てねラングイチプログラムでやってきてまあいろいろと日本語ね喋ったり練習しただけじゃなくてビゴニアの鉢植えを通して日本の文化も学んだってことですまあこういうのはいっぱいありますよやっぱね文化の違いとかね昔韓国人ともねすごい大喧嘩かしたこともありますよねあ学校に遅れそう だから、ね「遅れそうだから先行くわ」っつって,言ってバス乗って先に行ったらめちゃくちゃブチギレられた「ね、学校に遅れることと友達と一緒に行くことどっちが大事なんだお前は友達よりも学校に行くことを選ぶのか」って言われて「うん」って答えて「はあ?」って言われて。 いいいやいやいやそりゃそうでしょっつって。なんでなんで学校一緒に行くことと遅れないことどっちが大事ってそれ遅れないことでしょみたいなね。そうそうそう。あるわけですよ。それね、文化の違いっていろいろあるんですね。今回までは結構楽なレベルです A2 ってやつですが次回からちょっとレベルがポンとね上がるところになりますので、はい、気合を入れてちょっと時間も大変になると思いますが是非頑張っていってみましょう。はい、この動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。 こうだ始まりました。共通テスト対策講座。今回は第5問ですね。はい、そうです。リーディングの第5問は最も難しかったところですから、そうですね。正答率もすごく低かったところなんですよね。大変だったと思うんですが、それでは行ってみましょう。はい、いきますね。Your group is preparing a poster presentation. ポスター presentation をやるって言ってますね。これ、まあね、大学とかで結構やったりしますね。まあ自分も韓国語を習っている時にもやったことがあるし、大学院でもこれやったことありますけど、はい、e n t i t l e ですね。はい、題名がついてる。こういったタイトルがつけられてるという意味です。まあ、まあ、権利を与えるっていう意味も大事なんですが、ここではタイトルが与える。まあ、n みたいなね、そういう名前が与えられてますよ the who す、ね。アメリカンジャーナリズムっていうのをもう革命的にね変えた人と from the、ね。下のマガジンアーティクルを使いなさいと言われているわけですね。はい、では説明いきますね。 Members of your group listed important events in Day's life ねは Day、い、さんのライフを並べるわけですね厄介ですね Put the events into the boxes 27 through 31 and the order that they happened 起こった順に並べなさいとは Day、い、がやったこれをですね並べていきますね Created other publications、はい、別の出版物っていうのを作った何と別なんでしょうね次が They established a printing company、はい、プリンティングカンパニーを作りました印刷の会社ですね次 They gained experience、はい はい、経験を積んだよ As a printer この印刷をする人 In his local area ローカルエリアでプリンターやってたんですね、はい、次が Started a newspaper business ニュースペーパービジネスをやったとこの人いろんなビジネスやってますね はい、で次は病気がやってきましたねその病気によって脅かされちゃったよっていうですね、はい、イメージできましたかそうですこれを順番通りに並べればいいんですがどうでしたかねやっぱり大変だったんじゃないですか一部すぐに答えが出るんだけどね「The Life of Benjamin Bay さんで」でこの1810年がチャードフルトスプリンフィールド r i n g フィールドでチャー,トフィールドフルトを過ごしましたよで1820年代はこうで30年代とその先はこういう感じになりましたっていうのを並べないといけないわけですよ。 めんどくさいですねその後にね、About the Sun っていうのがあって、They launched the Sun on September 3rd, 1833っていうことで Launch ね、これ打ち上げるの意味が有名ですけどなんかね、学校では Launch っていうのはなんか始めるってことですかね、Start の意味ですから、で、この sun っていうのを始めましたよ。This newspaper、これがニュースペーパーだっていうのもわかりますね。w e r highly successful, うまくいった、For the following reasons ね、うまくいった理由が32に入りますね。で、その A Shift in US Journalism, a new model って書いてあって、The m o t o of the Sun、Sun の,のモットーはこれだった。 データさんチェンジ g e d American journalism and the s o c i e t ね。あ、これナンバーオブってたくさんのっていう意味とは限らないですからね。多くの点で、もしくはいくつかの点でってですね。セブラルの意味もあるので注意ですね。ところがそうなんですよ、ここら。S ついてんでね。複数あるんでしょうね、多分ね。 I choose the best statement to complete a poster.、ね、ポスターね。入れなさいと。You may choose more than one option.、ね、一個よりも多く選んでいいですよ。だってさ。S ついたじゃん。Reasons って書いてあるたじゃん。絶対複数でしょ、これ。They focus on improving the literacy levels of the working class. <noise> 働いてる人の literacy levels.、ね、読み書き能力のレベルをより良くする。インプルーブすることにフォーカスした。次。They introduce a new way of distributing newspapers. この分配するというか、配る方法ですね。それの新しい方法を導入した。They realized the potential demand, demand に気がついたよ。For an affordable newspaper, 安い newspaper ーーですよね。Affordable ってそう、アフォードですね。余裕があるでしょ。それが安いってみます。で次、They reported political affairs, 政治のことについてしたと。In a way that, こういう方法で、that was easy to understand. 簡単に理解できる方法で。 household。全部のおうちにたくさんのニュースペーパーを提供しました。まあ、e r y っていうのが怪しいよね。Every household. ね They understood what kind of articles t t would kind r of a エブリハ e スホーはい、どういうアーティクルが読み手をアトラクト、魅了するかって言うんですね。 次は which of the following words most likely to have been the son's model はい、さんのもとは何か Nothing is more valuable than politics ねはい、比較のところでやりますね Politics よりも Valuable なものは他にありませんですねだから Politics が一番って言うんですねはい一番 Valuable ですね、価値のあるものですね 次 the Daily of the American Dreams、アメリカンドリームの毎日のダイアリー、日記みたいな、ね、アメリカンドリームっていう,こうイメージですね、あるんですよ、ね。アメリカ人たちが持つこういう生活みたいなんです、ね、これが多分絵で、絵でこう出てますけど、こういうねえー、子供たちとなんかいろんな製品があってみたいな、ね、そういうイメージがあります。 次、t h e t sun is shines for all. ですべ、ね、ての人のために輝く。top people take the s u n、えー、トップ people、ね、の人たちがこの sun を take するです、ね。上のレベルの人たち。はい、次、choose the best elements to complete the poster. ポスターをやるって言ってましたね。はい、you may choose そうですね。waves って書いてますから、more than one option があって。はい、information became widely available to ordinary people. はい、widely available 手に入るようになりましたよ。情報が一般の人たちでもって言ってますね。はい。 次、Journalists became more conscious of political concerns.、ね、この政治のことににについて、はい、気にするよようになったよってます、ね、次、j o u r n a l i started s s t to write more on topics of interest to the community.、ね、そのコミュニティの興味、関心があることについて書くようになったよっていす、ね。Write on Newspapers についてーー became less popular with middle class leaders. ミドルクラスリーダーズで人気が下がったと。

ははいでは本文を読んでいきましょう。ベンジャミン・デイア、アプリンター・ファン・ニュー・イングランドですね。まあ、同格ってやつですね。この印刷をする人っていうのがチェンジアメリカンジャーナリズムを変えたよ。forever もう永久に違うようにしたと。で、when he started a New York City newspaper, The Sun ですね。はい、これもイコールになってますね。 The sun というニューヨークシティのニュースペーパーを始めてからねって言ってます。ベンジャミン・デイ was born in Springfield, Massachusetts. マサチューセッツ、ね、で生まれたと。On、April 10th, 10. 1 8 1 0 April 10th ね、まあ、当然共通テスト側ですね。僕の誕生日調べておいてですね。ぴったり同じようにしてくれてるわけですよ、当然ですね。優秀な人がね生まれるわけです、この日にですね。和田キコとかね。はい、で、<laughs> He worked for a printer.、ね、プリンターその印刷のところに働いてよ。As a teenager.、ね、ティーネ a ジャーの時。そしてっていうことでもなく。 ンネジャーの時にってことですはい10代ですね、この人。なんで、そうです、1810年に生まれてて10代ですから、これが1820年代ですから、そう1820年代っていうのは、そこの印刷所のところで働いていたわけなんで、27の3ですね。Gained experience as a printer in his local area ですね。そう、experience をゲットしてるわけですよ。ここに入るっていうのが分かります。プリンターであったわけですからね。で、at the age of 20、はい、20歳になりました。 ニューヨークのプリントショップとニュースペーパーオフィスで働くようになりましたね。 こういうふうに苦しみ始めると。ニューヨークがコレラ、コレラエピデミックですから、コレラの蔓延ですね、エピデミックですからこう流行することですね。エピ っていうのがほら、エピセンターとかっていうよね、あの震源地、地震の震源地あの上とか間って言いますね、デムっていうのがデモクラシーとかですね、えー、人を表しますここ人間の間でこう広がることを表しますね。だから流行っていうんですけど、The following year、はい、次の年にっていうふうに言ってるので、最初はだから始めたんですけど、1831年に、1832年にその病気、 が広がっちゃってそれに苦しんだって言ってるのでえこれでわかりですねプリンティングカンパニーを始めたけども established a printing company だけど病気がやってきちゃうですね、uh huh. They's business was threatened by a deadly disease ですかはい、deadly disease がやってきたっていうこういう順番になりますねいや厄介ですねこれ見ると落書きしたくなっちゃうよねこれはね、なんかね <laughs> プロレスラーみたいになっちゃっとはい、で, <laughs> はいで やめましょう。そういうのね。やっちゃダメですから。In an attempt to prevent his business from going under.In、uh, an attempt to ですね。えー、こうしようとしてってことです。これ、attempt to do ってやるじゃないですか。try to do ですね。prevent なんとか from ing ですねで。going under っていうのは go bankrupt の意味ですね。この破産するって意味ですね。バンクラプトするのを防ぐためにって言ってますね。They decided to start a newspaper. ニュースペーパーを始めました。この人はニュースペーパーの仕事もすると決めたってことです。 実、まあ、実際際始始めめるんんでですけど、ど一応読んで実際始めたかどうかうう見てみましょうね、はい、1833年 were 650 weekly and 65 daily American newspapers、はい、こんだけ newspapers があってよ、with average sales of around 1,200、1200ぐらい売れてると。Although there were cheap newspapers in other parts of the country, 他のところには安い newspaper っていうのがあったんだけど、 In New York, a newspaper usually costs as much as six cents. ね。六セントもかかった。まあ、今は六セントなんですごい安いですけど、当時は高かったんでしょうね。はい。They believe that many working class people were able to read newspapers. ね。読めるっていうふうに思ってるけど、but choice not to buy them. でも、買わないことを選んでた。because they did not address their interests and were too expensive. なんでかって言ったら、はい。デイガー,サーさんと大丈夫ですかはい。A、newspaper ですね。address。まあ、address にはいろんな意味があるんですけど、 アッドがそっちの方向、ドレスっていうのはですね、まっすぐ direct と同じ意味になります。だからそっちの方向にこう向かうっていうのがアドレスの意味だと思いとくと、えー、大丈夫です。だからそっちの方に向かって喋るとかっていう意味もあるじゃないですか。演説とかもそうですね、アドレスっていうのもあるし、えー、さらには対処する、対応するっていうのもそうですね、こっちに向かって。この対処する、対応するっていうのが難関大では重要な意味になってきますね,ね。ここだとそれを向けるとかでやると多分ぴったり。そこにフォーカスがいかなかったってことですよ。一般のその働いてるる人たちの興味がある方向 に向かっていかなかったそっちにフォーカスしなかったそして高すぎたんだって言ってるわけですで on september 3rd 1833 they launched the sun、ね、the sun を始めました with a copy costing just one cent です、ねはい、たったの1千としかかかんない やつですねこれはまあ分子構文ですね with a copy c a s t i n g with プラス名詞プラスアルファってやったやつですねはい。だから一つのコピーが、えー、たったの1000としかかからないででこのカピーっていうのもただなんかえー、何コピーするのいいのコピーしちゃってって思うかもしれないですけどいや本一冊とか cd 1枚とかそれも全部コピーですからそうねだって原本からコピーしてればそれすべてコピーなんですよ、ね、だからこれもコピーって言ってるけどただ 新聞の一部のことを指しているだけです。はい、だから本一冊とか新聞一部とか CD 一枚のこともコピーと言いますね。まあ、テレビの CM で、ね、見てたことがあってアメリカで Get a copy now! とかですね。So, 今日手に入れろを買えみたいなんですねゲームの宣伝だったんですけど見てええー、コピーしちゃっていいのダメじゃねえとかって思ったの覚えてますよ。そういう意味です。はいでまあ、よくわからなかったらアンドにしちゃっていいです。And a copy cost just one cent。ねはい、一部がたったのが1 cent。The introduction of the penny press.、ね、はい、penny press っていうのを出したわけですね。As cheap newspapers became known. ね、めっちゃむずい文法事項なんだけど、えー、これとして知られたって言味んですね、まあ。わかんない人は、Which cheap newspapers became known as とかに言い換えればいいんですけど、多分載ってない思う文法書とかにも、えー。でもよく使う表現ですよ。Cheap newspapers たちがこうとして知られる。ペニープレスとして知られるっていことです、はい。で、それが、An important milestone であると In American Journalism History Journalism History の中でって言ってます。 マイルストーンっていうのはですねここすごく重要なことっていう感じですねもうだインポータントステージみたいな感じですねその重要なところなんだよってですねそう安くなったっていうのが重要なところなんだっていうふうに言ってるわけですさあここで解けるところありますよね。 まずデイは実際に、はい、ニュースペーパービジネスを始めていますからここが読んだっていうのはすぐに分かることができますよね。でさらに高すぎるとみんなが思ってたって言ってるわけですからみんな読めるのにニュースペーパーでも高いから読めてないんだよってことだからそう安いニュースペーパーのディマンドがあるってことですねポテンシャルですからね、えー、そういうのがあるだろうなってことに気づいてたんでこれが多分難しい問題だと思いますね。 思いますね、働いてる人たちっていうのは読めるのに高すぎちゃって読めないそして、えー、興味のあることについて書かれてないよって言ってましたよねみんなが興味を持ってるようなことについては書かれていなかったんだっていうふうに言ってます。それがちゃんと 分かかかったかどうかですね興味のあることについて書き始めたっていうのが分かるわけですよ。そう安くしましたよね。はい、安くして、さらにうまくいってるってことはですね、その人たちが読んで面白いと思うようなトピックについて書いていったんだろうなっていうのが予測ができますね。別に予測は外れてもいいんですよ。ただ頭の中に残りやすくなるので、予測はしておいた方がいいですよ。はい、できます。その時の他のニュースペーパーたちとは違ったよって言ってますね、記事がね。 こうするんじゃなくて政治とか本のレビューとかですね劇のレビューとかするんじゃなくて That everyday lives.、はい、日常の生活にですね重きを置いたんだって って言ってるわけですよこれがね、やっぱり重要なポイントになるよね。ちょっと段落読んじゃいますね。これね、いちいち問題としてはもう <laughs> 読みが止まってめんどくさいんで。It was the first newspaper to report personal events and crimes ね。はい。Personal events とか、crime、犯罪とか。まあ、今なんてそうじゃないですか。当たり前ですからね。ニュースペーパーだってね、いろんな人のスキャンダルと報じたりとか、犯罪を報じたりするのは今当たり前ですよね。It led to a paradigm shift. パラダイムシフトにつながった。リードというのは因果関係を表すので、はい、ちゃんと見ておきますね、はい。そのニュースペーパーっていうのはパラダイムシフトが起こった。パラダイムシフトは現代文とかでも大事ですね。その根本的な考え方とか、その枠組みをガンとガラリと変えるわけです。で、アメリカンジャーナリズムを変えたと。With newspapers become an important part of the community and the lives of the readers. これも With plus 名詞プラスアルファね。分子公文。ニュースペーパーっていうのが重要なパートになったよって言ってるわけですよ。はい ニュースペーパーがなりましたよ。で、コミュニティの、そしてリーダーの生活の、そうニュースペーパーっていうのが一般の人々に渡るようになったわけですよね。今までっていうのは政治だったりについて書いてあって、そして値段も高かったわけですよ。だから、エリ的な人たちしか読むことができなかったものが、一般の人たちも読むことができるようになったんだよ。一般の人たちも楽しめるようになったんだよっていうことが書いてあるわけですね。はい。で、Also came up with another novel idea ですね。はい。別の新しいアイデアを考えついたよっていうんですね。O ー、そうですから。 プラスの内容が前に書いてあったから、同じようにプラスの内容が書いてあるだろうな。ノーボー、新しいって意味ですね。ニュースポーツー selling the newspaper on street corners.、ね、ストリートコーナーズでこうやってね、ニュースポーツね、子供たちがこうやって売ってるわけですよ。で、people wouldn't even have to step into the shop to buy a paper. だから新聞会に入らなくてよくなったわけですね。こうやってわざわざ入って買いに行くんじゃなくて、ストリートでこうやって売ってるって。はい、これが答えに関わってきますよね、いろいろね。はい、そう、です。ステイっていうのは、クライムとか、 一般の人たちのね、生活っていうのを、リーダーを引き付けるってね、読み手を引き付けるっていうのを知ってましたね。そう、だから、六番が正解です。これによって成功したわけです。安くして、興味のあるトピックですね。アーティクルズについて知ってたから、このニュースペーパーはうまくいったわけです。ある意味、ここも同じです,、ね、of interest in the ですね。そのコミュニティの人たち、そこにいる人たちが、一般の人たちが。 興味を持つことそういうのについて書き始めたんだよっていうふうに言ってるわけです。で、さらには、ニュースペーパーっていうのがもう劇的に変わったと、一般の人たちの生活にこうね、根付いたようなものになったわけで、だからこの34の6もあってますね。よいしょはい、ニュースペーパーっていうのが非常に昔、前よりも劇的に重要になったんだよっていうふうに言ってるわけです。で、information ーー became widely available to、so、ordinary people、一般の人たちに 渡るようになったこれが最も重要ですね今まではこう上の人たちだけだったのに一般の人たちも読めるようになったんだよっていうのがこれがとても大事なわけですよ。さらにはここですねペーパーボーイっていうのがいましたね道端にそうストアに入っていくんじゃなくて道端で売ってたんでこれも正解ですね。32の ににも正解になりますから、はい、こんだけたくさん出てくると、はい、32番236と、まあ、リテラシーレベルが上がってったニュースペーパーのおかげでじゃないですからね関係ないですそれによってフォーカスしてたわけではないですからねポリティカルアペアーズについては触れていかないというかこっちを中心にしないわけでしょ、ね、一般の生活の方を言ってるわけです、はい、でエブリハウス o ードに送ってたなんていうのは全然出てきてますということでねこの段落にもね答えの根拠がいっぱいありましたからちゃんとね知っておいてください はい次、The combination of a newspaper that was cheap as well as being easily available was successful。はい、ここにねまとめてくれてるから、さっきのところがは,はっきりと分からなくても、ばっちりここで言ってますね。安い、ほら、安くて、ね、安くて、で、as well as、まあ、同じ、ね。で、これと同様に、違いますか、being easily available、ね、簡単に手に入る。 いうそのコンビネーションがうまくいきましたよ。ってますね。And soon, はい、すぐに、they were making a good living. ですね。結構いい収入になってるってことですね。Uh, publishing the sun ですね。The sun を出すことによってね、結構お金儲けてきましたよんっていうふうに言ってます。Within six months, s 6ヶ月以内に、The sun's circulation, ah,、uh, circulation これはサークルでこう回るね。血が回るとかもそうですけど、これもうだから出版物がこうやって回ることなんで、発行部数っていうんですね。Reached 5,000、5,000に行ったと、5,000分行ったと。And after a year,、ね、1年経って、it had risen to 10,000 10,000まだ上がりましたねそして by 1835, sales of the sun had reached 19,000 1万9000までいった more than any of the other daily papers at that time その時のどのニュースペーパーよりも多かっただから一番ですね over the next few years,、はい、その何年かで、後何年かの間、About a dozen new penny papers were established.About、ねはい、a dozen,、まあ、十数個でしょうね。まあ、z e n っていうのが十二ですから、十二くらいの新しい penny papers、安い papers っていうのが作られたよ。Beginning a new era of newspaper competition.、ねはい、ニュースペーパーのコンペティションの新しい時代を始めたんだよ。そうですね、みんな安くなったニュースペーパーで戦ったわけですね。 The success of the sun encouraged other journalists to publish new papers at the lower price.、ねえー、他のね、ジャーナリストたちにニュースペーパーをより低い値段で、ね、出すってことを encourage したんだって言ってますね、この成功が。はい 人 to do とかってやつですね。で、by the time of the civil war ですね。civil war 気をつけてください。市民戦争っていうと聞こえはいいんですけど、えー、基本的には内戦のことですからね。だからアメリカではここね、大文字で出てくる The civil war っていうのは南北戦争のことですよね。知ってますね。1861年から1865年でしたっけいや、<laughs> 無理無号いとかって、なんかそんな風に語呂合わせで覚えた記憶がありますが。The standard price of New York City newspaper had fallen to just two cents。はい、2セント t s と6 c e n だったものが2セントまでに値段 が下がったんだよっていう風に言ってますね。で、ここ全然答えかけないからね、サカサカサカッと飛ばします。 ディスパ s his success <S 成功したんだけど、After a b o アフターバ a ファイブ t ヤ e ズオフラインダサン、ダサンをやってたんだけど、デイロスイン e レス、はい、興味を失っちゃったんですよ。i n t e r e s t e daily work of publishing the newspapers、ね。ニュースペーパーを毎日出すことに興味を失っちゃったと。In 1838, he sold the sun to his brother-in-law、ギリの弟かギリの兄だかわかんないですけど、それに譲ったと。え、モーゼス・ギリのビーチ、モーゼス・ギリのビーチって人に譲ったと。f o r はい、交換の f o r ってやつですね。このお金と交換にそれを売りました。thousand ドラス。で、newspaper continued to publish for many years. ねもうそれでも長い間、publish されていたよ。After selling the paper, 売った後、they moved into other business areas. ね他のビジネスエリアに入っていきましたよ。including the publication of magazines. はい、マガジンズを売り始めましたね。ということで、これが、マガジンズを始めた。including、これを含むってやつですから、だらこれがやっと出てきましたね。これね、ここが。 一番ですね。で、他のパブリカーション、パブリカーション、マガジンが、ね、いい感じになっているわけですよ。え、But by the 1860s, he was basically retired. ですね、60年代に、はもう、リタイアしていると。He lived quietly, 静かに、until his death on December 21st, 1889. 18 although he had been involved in the American newspaper business for a relatively short time. です、ね、比較的短い期間しか involved してなかったんだけど they is remembered 覚えられてるよ。こういうふうに、a s ね、こうやって覚えられてる。revolutionally figured ですね。はい。もう革命的に変えた人だってね。革命軍だって。 ですねはい、こういう人って意味のフィギュアですからね。ねこデイのフィギュアじゃないですからね。はい、で、Who showed that? これを示したニュースペ p e r s could appeal to mass audience ね。ニュースペーパーっていうのが mass audience にアピールできるそう。結局同じことを書いてあるじゃんね。一般の人たちですね。マスの人たちにアピールできるもの。アピール o 気をつけてください。これで1語で言い換えると attract に言い換えられるんですよ。 ね、だから多くの人たちをアトラクトするものであるやっぱり同じことを書いてますそアピールの場合は2がついてアトラクトの場合はつかないんですこんなのもね狙われたりするんですよで形容詞になったアピーリングとアトラクティブとかねこんなのも狙われたりするんですよでまあこの辺がわかりますね33とか34っていうのもわかるじゃないですか、ね、モットーが何なのかっつったら一般の人たちにアピールするものであると一般の人たちに魅力的になるものっつったらどれですかそうですね これです sun, 全ての人のためにですね。で、a、34番はもうすでに出てくると思いますが、そうですね、これも同じですね。b e c a i available to ordinary people、一般の人たちにっていう最後のところでも、ここでは答えを出すことができますね。まあ、いろいろとね、言い換えられているので、そこは解きやすい部分ではあるんですが、やっぱり複数のものを選ぶっていうのは難しいよね。かなり大変ですから、だから第5問だけがレベルが異様に高いですね。ここは19%ですからね、正答率。 1> だ1つ2つは選べてもやっぱ3つちゃんと選べるかっていうのはねかなりきつかったんじゃないかなと思いますねただ全体のトピックがやっぱり分かっていればこれは解きやすかった問題ですねこれが40%ですね、まあ、これは全体のトピックなんでやっぱりもうちょっと分かってほしいねトピック題名問題は取れないといけないかなって思うねまあ、ちょっと比喩的だからねシャインズとかねもう太陽が輝くみたいな比喩表現まあ出ると思いますよ比喩表現は何かしら出題 してくるとは予想してます。え外れたらどうするいですかこの部分をカットしあと32番が8%やっぱこれがでもントツにやっぱり低かったですね正解率がまあいろんなところに答えの根拠がばらまかれてるし1つよりも多くってなってるから難しいよねだここが最大の難所になったと思いますねでこの並び順ですね で正答率が21%という形ですね、まあ、これも低いですねやはりこの「第醐問っていうのは初見でどうやって解いたらいいか分かんないっていう人も多かったっていうのもあるんですが非常に正答率が低かったところになりますこういうね、えー、時系列で追っていくようなのね出た時にね、えー、きちんとつかめるようにね、まあ、前にやったあの感情の、ね、移り変わりとかっていうねこういった時系列みたいなのが、ね、分かってるかどうかっていうのをね解いたいっていうのが、まあ、見えて取れますよね。 でやはりとにかくねこの複数あるっていうのが非常に厄介ですからこれはま練習が必要になってきますので、えー、ぜひですねいろんな問題集とか使ってね、えー、きちんと対策をしておいてほしいところだと思いますはいこれが最も難しかったやつですからねで全部まあ、私と同じ誕生日であるっていうのもあるし。 あととは、まあ、ちょっと似てるんですよ私もねトイック業界長いですけどそそうそうトイックの本ってね昔すごかったんですよ2000円とか3000円するのが当たり前だったんですけど、ね、僕は、ね、トイック級シリーズっていう、ね、安い1000円以下のですねトイックの本を出していってトイックの本の値段が爆下がりしたっていうねだからまあ出版社側からすると恨まれれるかもしれないんですけども皆さんの財布にとって非常に優しいことをした革命家なんですよ。 ちゃんと知っといていください、ねその各まあ、まあ自分一人じゃないですけど革命家のうちの一人なので是非ですねそこの感謝を忘れないで生きてってもらいたいなと思いますけどもあそんなことどうでもいいですねそれよりもそうですこういった解き方ねやったことないっていう人ねやはり練習が必要ですのでで分かったと思うんですけどそうなんですよスキミングスキャニングだけでパッパッパッといってそれでいけるのかって言ったらそうでもないですねやっぱ B1 レベルになると結構深い読みも必要になってきますので書いてあることから推測しなきゃいけないっていうところが出てくるのでこ そこから読み取れることっていうのを意識しないといけないですこれが難しい表現を使わなくても難しくする方法なんですよ。情情報報ををりばめててその情報を拾いいい上げてこななきゃいけない大変ですねでさらには答えの根拠から導き出せることを理解しなきゃいけないこういう問題が出てくるんですよそう。こういうのができるようになって初めてこの共通テストっていうのは倒せるわけですよ。でね答えは1個じゃないですよ複数ありますよみたいなんでもう本当の読みを聞いてくるわけじゃないですか。 ね、読む力を聞いてくるわけなんでそうごまかしが効かないでしょ、ね、えー、多分これじゃねえっていうの1個だけで選ぶっていうのができないですから何個選びなさいじゃなくてあるだけ選べですから非常に大変ですからそういっただから読力っっててていいうのも確実にです、ね、伸ばしていってください、はい、だから共通テストっていうのは意外とこの辺が難しいのでちゃんと頭の中に入れておいて挑戦してください。はい、この動画良かったら高評価、チャンネル登録よろししくお願いします 始まりまりした共通テスト対策講座第9項になりますね残るところあと2つっていう感じなんですが今回は第6問の A を扱いますね。第6問の A っていうのは、まあ、今までね皆さんが勉強してきたそういったやり方で解けるようなものになっておりますのでいろんな解き方やってきて疲れたと思いますがまあねちょっと一番長いんですけど文章自体は一番スタンダードな解き方パラグラフ番号も振ってありますから楽なところになります。 You're r e p p a グループプレゼンテーションのための準備をしてい o と。グループプレゼンテーションのための準備をしていると。on Gender ジェンダーと career development for your class、ね。あなたのクラスで。You have found the article of Lords. そして、アリコルを見つけましたって言ってますね。Gender とキャリアに関するものだっていうのは分かりますね。はい、では、質問を見ます。はい、最初が、According to the article, the author called the current situation in Asia a crisis because.、ねはい、今回はもうはっきりしてますからね。この人が何しましたかとかじゃなくて、今までのとは違って、オーサーが何し 現在のアジアの状況をクライシスね。はい。で、危機だと呼んでいると。魔女の宅急便。なぜならこうですよと書いてあるわけ。だから危機と呼んでる理由が出てきたところを見ればいいですね。だからわざわざ選択肢を覚えておかなくても大丈夫なんで、やったとなるわけでしょう。はい、次いきますね。女性と男性の違いっていうのがほとんどありません。 この点においてはですね、デフェレントとインって相性がいいですね。デフ r e n t とかデフェレント・インですね。何とかの点で違うとかですね。何とかの点で異なるってですね。だからそれと同じですね。女性と男性がこの点で違うよっていうのもこれも細かく書いてありますね。よかったです。細かくここが書いてやってくれる場合はこっちを読まなくてもいいのであ別に読んで記憶力の訓練してもいいですよ。はい で次なんかほら、In paragraph 4, はい、第4段落って書いてくれてますね。見つけに行かなくてもいい。なんてうれしい。The author most likely mentions a Japanese female airline captain ですね。はい、この Japanese female airline captain っていうのが出てくるわけですね。In order to give an example, これの例としてですね。Lucky! いやー、よかった。第4段落見てそれで答えが出ると。 はい、4番、「Which of the following statements best summarize the article?」をサマライズ、ようやくするのは何ラッキーですね、全部読んだ後に解きゃいいですね、ようやくこういう問題が出てきましたね。あ、やっとですね、質問の選択肢をわざわざ覚えなくてもいい、普段皆さんが解いているような問題が出てきましたで。しかも段落番号をついて段落ごとに読んでいきゃいい、ラッキー、だから一番長くて大変だと思いきや、一番普通に読んでいけばいいですね。ははい、では行きます With the rapid growth of Asia, アジアの airline、ね、travel、飛行機のトラブルというのが増えていてるよって言ってます、ねはい。The shortage of airline pilots is becoming an issue of serious concern.、ねはい、本当気にしなきゃいけない問題になりつつあるよって言ってるわけですね。ねパイロットが足りない。shortage、ね、不足って言うんです、ね Short、ってんていうのは ね、足りないことですからね。B short of ね。何とかが足りないとかで覚えてると思います、ね。あだから長さが足りないって言ったらそれだから短いって意味じゃないですか。そうだから short っていうのは足りないってことなんです。で、Statistics showed that、ねはい、統計が示していますよってね。統計学っていう意味の場合は深さんですけど統計の場合は複数ですね。これ Statistics。Show that、これを示しましたよ。The number of passengers flying in Asia. アジアで、ね、飛んでく乗客ですね。の 数っていうのは currently increasing 増えてるよ。by about 100 million って言ってますね。だいぶすごいですね。はい、で差の倍と言われるやつですね。増えるとか減るとかっていうのと相性がいいですね。はい、1年につきこんだけ増えてるわ。このあもね、よく入試問題問われますから知っておいてください。なんとかにつきですね。はい、1年につき1億ぐらい。 増えてってるってっっることですかすごいですね、はい。1億人ぐらい増えてる。まあ、ちょっとね、今はこの動画撮ってる時は世界中がそんな状況じゃないので減ってますけどね。If this trend continues って書いてあるので、はい、だからこれが増えるトレンドですよね。トレンドっていうのは何かが変わることですね。トレンディーとか変化が起こる流行のことです。The 226,000 new pilots will be required in this region over the next two decades.Decade、ね、大丈夫ですね。そう20年です。こ,こ,のこれからの20年でって言いますね。Deck っていうのが10を表しますね。 ディステンバーってもともと10月ですからね。だからデックがついてるね。これからの20年でパイロットがこんだけ必要になるよって言ってます。インデスリージョンが指すのはそう、アジアのことですね。はいうん、ちゃんと指しているもの大丈夫ですね。このトレンドがとか、このエリアがとかっていうので、きちんと読めるようにしてくださいね。これも次第でも国立も超大事。To fill all of these jobs、ねはい。この仕事を埋める。

えきちんと何パーセントを占めるとかっていう時に使うので、えきちんと覚えておいてください。これはカウントって入ってくから数字覚えやすいんですけど、そう3%を占めるよ。Oh, pirates, 世界中で3%しかいないと。で、さらには o n l y トですね。はい。アジアではたったの1%しか占めてないんだって言いますね。で、サッチャーズイコールですね。日本とかシンガポールっていうアジアの国ではそれぐらい少ないと。というファイ so メ a n y new p i ね。はい。パイロットを見つけるためにそんだけ多い。 Factors of that are explained such a such pilots must low number be examined、ね、なんでそんなにナンバーが少ないんだ、フィーメルパイロットがっていうその要因ですね。要因っていうのをちゃんと調べなきゃいけない。And the possible solutions have to be taught. です、ね、解決策ですね。解決策を見つけなきゃいけないよっていうのね。はい、Seek の過去形、過去分子形ですよ。これ間違いないでね。So. Seek2 とかって普通に英作文で書いちゃう人いますけど。s e e k さ、so, 3、so.、 っていう,ふうになりりまます、ね、さあこれで分かりましたね、はい、なぜこのクライシスなのか何で現在ね非常にアジアやばいっていうねパイロットクライシスなのかっていうのは分かりますねそうですアジアにはですね女性パイロットがいないとだからそこが重要になるわけですパイロットが足りないでパイロットが足りないからそれを補うためにはどうしなきゃいけないのか女性が必要であるとね女性もパイロットにならなきゃいけないでも女性パイロットがいない っていうふうになってるわけなんですよね。それが問題危機だっつってるわけです。さあですね。一番、Many more male airline pilots are quitting their job than before. ですね。前よりもずっと多くのメールパイロットが辞めているっていうのは書いてないですね。はい、Manymore やりましたね、これね。Manymore っていうのをやったと思いますねえ。後ろに数えられる名詞来てるやつね。来てて、 そいつを就職するときにもともとは Many male airline pilots Many <で>の比較級を強めるのは Many ですってやりましたねこれも基礎英文法講座やりましたからちゃんと復習してください で、それ人たちがやめてるよ、昔よりも。その書いてないですね。はい、the accident rates are increasing among both male and female pilots. 書いてないですね。フィメールとメールの両方の間で、accident rates ですから、事故率が上がってってるよって言ってますね。書いてない。The number of female pilots has not changed much for the last few decades.、ね、ここ何十年間で変わっていませんよ、フィメールパイロットの数が。どこにも書いてないですね。 The number of future pilots needed will be much lower than at present. パイロットの数が必要ですよねあ、これ高知就職ってやつです過去分詞1号でも後ろからかかることありますのでこれ知っておいてくださいこれ文法事項の中にないじゃないですか参考書とかにもでもこういうものっていっぱいありますからこの共通テストのやつにも出てきますね何度もねじゃフューチャーパイロット必要とされるフューチャーパイロットの数が現在よりも少ないよって言ってるわけですよそう、このトレンドが続いたらって書いてありましたよねトレンドが続いたらもっともっと必要になるでもいない だからやばいと、ね。特にアジアでね、飛んでる人がすごく多いのに、でも足りてないよって言ってるわけですから、はい、これが正解ですね。気をつけてくださいね。3番は書いてないですからね。引っかかっちゃダメですよ。はい、次は男女の違いみたいなのがありましたよね。そこを見ていくわけですが、はい、大体なんか One potential obstacle.Obstacle ですね。アブス、ぶつかる、タックルする、ぶつかるものとかっていうやつですか。障害って意味ですね。For women to become pilots。女性がパイロットになるのの。 障害となっているものは、ステレオタイプであると、ね、固定観念であると。で、that has long existed in many societies. 多くのソサ c ティに長い間存在している。で、コロン出てきました。はい、コロンはイコールでしたね。覚えてますかコロンっていうのは前のものを具体的に説明してくれるやつでした。はい、Women are not well suited for this job、ね。この仕事にふさわしくないよっていうね。そういった固定観念なんですよ。はい、では、for this job は そうパイロットの仕事のことですね大丈夫ですねこう常に、えー、代名詞支持者は意識してくださいね This seems to arise partly from the view このビューから出てきているよって言ってますねこのビューっていうのは大丈夫ですねそう固定観念ですね女性っていうのはふさわしくないっていうのはここから来ているよ The view that the boys tend to excel in mathematics and are stronger physically than girls 同格のザットと言われるやつですねイコール関係を表すこういう見方男の子っていうのは e x c e l っていうのは勝るっていう意味ですね ここで優れてるだろマスメテックスで優れてるよ。ほらだから形容詞系は知ってるでしょ、これ。そう、エクセレントでしょ。そう、ちゃんとつなげて覚えておくといいですよで、a r ス s wrong physical. そうですね、体は男の方が強いことが多いです、ね。で、すねそういった見方から来てるんだ。A、recent study showed that, こうだとしましたよ、最近の研究では。Young women have a tendency to avoid professions. あ、professions 知ってますそう、仕事ですね、これね。こういう仕事を避ける。 はい、どういう仕事って言ったら、v e little prospect of succeeding。成功する見込み、プロは、マイ、スペクトは、見るですね。っていうのが、ほとんどない、そういった仕事を避けると言ってるわけですね。大事ですね、これも。はい、in which もともとの形を考えてみなさい、って言いま今回、ね、は、succeed in ですからね,これね。成功する見込みがほとんどない、お仕事を避ける傾向がありますよ。ってそういう意味ですね。therefore I This gender stereotype gender 女性の方ができないっていう固定観念っていうのが My Discourage Women from Even Trying ですね。Try するのをさせない。これもやりましたね。はい。Discourage Hit from ING ですね。させないをする方向から話すんだってですね。前回は Encourage Hit to Do でしたっけ出ていましたよね。これも規制文法講座でやってますからね。そうです。やってた理由がわかりましたね。t r y することっていうのを避けちゃうかもしれない。この女性が Try することっていうののの勇気を与えないよね。させないよって。 You may explain why. です、ね、えだからこれが言えるのかもしれないよね。At the Malaysia Flying Academy, for instance, the Malaysia Flying Academy 学校があるんですね。For instance, 例えば、Women often account for no more than 10% of all trainees enrolled.、ね、はい、ここも高知就職ですね。Enrolled. この登録してるトレーニングを受ける人ですね。あ、ロール巻物です、ね。円は中ですから巻物の中に名前があるってことですね。そこから登録するという意味なんですが、その登録してる、入学してるトレーニーの中の10%に満たないよってうアカウントフォは大丈夫ですね。アカウントフノーマダン10%。はい、10%を占めませんよ、女性がって言ってます。で、これもやめましたね。ノーマダンはだけオンリーって意味ではないってやりましたね。<laughs> そう、ちゃんと動画見てくださいね。これもね。10%を超えないという意味ですから。 のはね、だってオープンって書いてあるから毎年毎年10%だけって変じゃん、ね、こう変動はするんだけど10%は超えないと 9%8% とかそういう時があるって言ってるわけですさあ男性と女性に違いがありませんっていう内容はなかったですねそう第二段落はだから一生懸命読む必要はない段落だったわけですねでもちろん精読することは大事なんですけども素早く速度を変えて読んでってくださいねそう答えに関係あるものは出てきてないですから「あ男性と女性は違わない」っていうのが出てこないな出てこないな出てこないなって読んでいけばいいんですよ はい、で、第三段落と、YET はい、バッドの意味ですよ、このやっと。これ知らない人も結構いるので気をつけてくださいね。えー、しかし、another issue involves safety。別の問題っていうのがこのです、ね、安全性っていうのに関わってると。People may be concerned about、心配するよね。The safety of aircraft flown by、um, female pilots ね。Female pilots によって、 フライされてるエアクラフト。あ、多動紙のフライですね。飛ばす。飛行機を飛ばすときに使いますね。っていうのの安全性っていうのを気にしていると。But their concerns are not supported by data. ですね。データによってサポートされてないよみんな心配してんだけど、えー、やだ、女性パイロットなの怖いっていうふうに思ってる人多いんだけど、でもそんなデータに基づいたものじゃないよって言ってるわけです。For example, 例えば、A previous analysis of large pilot databases conducted in the United States. ね、はい。アメリカで行われた。 分析です、ね、はい要素の分離英語は長いものをなるべく後ろに置くんだってやりましたよねデータベースをコンダクトかけちゃダメですよこれねパイロットデータベースの分析で行われた分析ですからねディシューロードノミニフォルディフェンスあ来ましたねそうピンというふうになってくださいねここで来たろうの何聞こうみたいなですね、えー、あれになってくださいねほら意味のあるような違いがねえって言ってますねほらやってきましたよ で、何にって言ったら、In accident rates ですね。はい。この点で違いがありませんよ。ですね、アクシデントが起こる率は、Between male and the female pilots。はい、来たって思ってくださいね。ここでこう、目移りさせて、来たみたいなんですね。それぐらい、やった、これ、バッチリ来たぜっていう風に思ってください。そういうことですね。はい。違いがほとんどないのはどこですかって,言ってね。How easily they learn to operate a i r l i n e どんだけ簡単にエアラインを操作するのを学ぶ違う。 How likely they are to likely in accidents? are be both アク e デンツに。あ、これ大丈夫ですね。前にやりましたけど、be likely to do ね。be likely to do のこの likely のやつが前に出てきてるわけでしょ。ね、だから、they are likely to be。で、how に引っ張られて前に出てきますね,ね。どんだけの可能性があるか。they are likely to be involved in accidents。accidents にって、はい、書いてありますね。ばっちりですね。どんだけアク e デンツに、ね、巻き込まれちゃう可能性っていうね。 その点で違いいはないだから男性だろうと女性だろうと同じぐらいの確率で事故に遭うってことですねだから割合は変わらないんだよって言ってるわけですだから女性の方がアクセントが多いとかっていうステロイタイプがあるけどそんなことはないんだよってわけですねあまり持ってないと思うんですけど皆様、ね、アメリカ人はかなり持ってますね女性が運転するとかなり危険だとかっていうのが多いですドラマとかですねアニメとかですねあるんですけどかなり女性の特にアジア人ですねアジア人女性が車が運転できないっていう場面は出てきますね、まあ、最近はそういういので、ね、で文句が出ててるるから減ってるんですけど 私の映画とととかかドラマとか見てるとアジア人女性が出てきて交通事故を起こすっていう場合にかなりあります。で次は、How much time they can spend on work? で、ワークにどんだけ時間を使えるかって、ね。これも、スペンド時間、オン、物事ですね。そういう構文で、これ前に出てきているので、ね、気をつけてください。はい、時間なんか書いてないですね。 How people perceive their suitability for the job ジョブにどれだけふさわしいかっていうのを知覚するその仕方って言ってますがこれ第2段落の内容でしょうねこのパ Perceive ー their ー suitability とかってねで女性の方がああこれふさわしくないわ私とかっていうのはあったけど男性の方については何も述べられてないですからね、えー、ということで問い入はもうバッチリでしょ行いけたんじゃないですかって思うんですけど手取り率は低いですね第3段落思いっきり言い換えになってるのになぜ取れないこれは取りたい問題ですけどね あちなみにこの1個,目1個目の方は51%で半分以上成功 第一段落の内容パッとできたからなのかもしれないですね。で、いきますね。instead ね、はい、そうではなく、まあ、代わりにって意味もあるんですけど、そうではなくって覚えておくといろんな時に応用できますよ。The study found that、こうだと分かりましたよ。Other factors such as、はい、他の要因があると言ってますね。さあ、どんな要因があるんでしょう、uh, ?Pilot's Asian Flight Experience、Pilot の年齢だったりとか、飛行機を飛ばす経験っていうのが、Better Predicted、ねはい、より Well に Predicted できると言ってます。はい、推測予想できるよっていうの、ね、p r e は MyAdict っていうのが U ですね。 そう先のことを言う、だから予言するとか予見できるよ。Whether that person is likely to be involved in an accident.、ね、アクセントに関わっちゃうかどうかっていうのが予測できるよって言ってますね。そうです。ジェンダーは関係ないわけですよ。男性であろうと女性であろうと自己率は関係ないけれども、年齢だったり経験だったりっていうので違いが起こることがあるんだよっていうふうに言ってますね。では次の段落に行きましょう。Despite the expectation that male powers have better flight skills, it may be that male and female powers just have skills which give them different advantages in the job。そうですね。やっぱ結構ね、長くなってきたでしょ、この分ね。 そうなんですよここ1文1文もこの第6問の絵ってね長いんで公文もね複雑なんできちんとやっぱりね声読力つけておかないと、うん、公文把握力つけておかないと読むのは難しいですねそうまっすぐ前からね読んで理解していくことは大事でもそれを理解できるためにはきちんとね区切りが分かんないといけないからだから声読はおろそかにしないでくださいねはいこういう期待があったよって言って「はいザっときますね」「同格の「ザっと」ってですね同格はもう分かってますねはいこれはもう詳しくやりますけどいずれ「メールパイロっていうのが「ベッタファイトスキルズ」があるよってうそういった期待がある あるんだけれど、it may be that ですね、おそらくこうだろうっていう表現ですけど、may be that は別に it の指しているものとかありません、ね、お,おそらくっていう意味で、まあなんか証拠はないんだけど、maybe とかよりは。 強い、まあ、自分でこういった結論付けをするよみたいな時に使われる表現ですね。こうなんじゃねえの ?A male and female pilots just have skills which give them different advantages in the job。だからリサーチとかには裏付けられてないけど、まあこうなんじゃないかっていうふうに言う時に使う表現ですね。違ったアドバンテージがあるんじゃないの女性と男性にはっていうね。おそらくこうだろうって言ってるんです。 で、On the one hand, 一方、片っぽ側ですね。Male pilots often have an easier time learning how to fly than do female pilots。片っぽですね、男側を言いました。男側は簡単に learn できた have a なんとか time energy ですね。ねえー、簡単にどうやって飛行機を飛ばすかっていうのができるようになる。 女性パイロットよりもって、ね、この DO とか知ってますか ?DAN の後ろにこういうふうに助動詞的なやつを置けるって知ってますほら s o d o I とかっていうのは知ってるじゃないですかでも a s d o I とかになったらかなりレベルが上がりますよねでそれと同じように DANDO I とかですね d a n d e s h e みたいな感じで DAN の後ろにこういう DO とかね、えー、置くことができるって知ってました、ね、だも別に d a n FEMAL PILOTS だけでもいいし d a n FEMAL PILOTSDO でもいいんですよでもこいつ前に出すことができるんですね こういうのを見たことない人をきちんと押さえておいてください。これも総形とかではね基本なんですけど、総形レベルの人たちも知らないっていう人が多いので要注意ですね。はい、だ意味は同じです。フィーメールパイロットよりもって書いてるだけです。男性の方が簡単。The controls in the cockpit です、ね、コックピットの中にあるこう制御装置みたいなね。are Often easier to reach ね、はい、手が届くの簡単。or use ですね、使うのが簡単。for larger person です、ね、性能高い人に。<laughs> えまあこれもやりました。タフ公文とかですね、何とかするのは簡単。 この目的語が書けるってやったやつですよ。覚えてます手が届くのは簡単ですうのが簡単、ね。わからなかった方は、ねえー、概要欄に貼っときますから、タフコ文ちゃんと見てください。で、men tend to be larger、ねはい。男性の方が大きい。o average はい、よく出るって言いましたね。これももうすでにやりました。はい、平均的には、はい、大きい。でも、はい、女性より。in fact、実際、females are less likely than men to meet the minimum height requirements that most countries have。その国々が持つ 最低限度の高さの要求ですよ。どれぐらい高くなきゃいけないか、お相撲さんみたいですけど、女性っていうのはそこに満たさないことが多いですよ。このミートめっちゃ出ますから、例えば zyd に押さえといてください。ですね。このミートはめちゃ重要です。見たロイクワイアメントって意味です。これね。はい、その要求を。 満たすって意味ですね。会うって意味ではありません。h た requirement とか t た n d a r d s とか h た demand とかですね。要求を満たす、要望を満たす、スタンダードを満たすみたいなこの満たすの e ート、Satisfy の意味ですね。はめっちゃ出る。めっちゃ出るんだけど参考書載ってないことが多いので知っておいてください。昔はあんま出なかったんでしょうね。え最近はよく出てますね。で、On the other hand、はい出ましたね、やっと。こっちが男性について述べられてたのに対して、こっからが女性について述べられるよっていうのが分かります。 で適材適所みたいな話をしてますから女性が。 うまくいくいことの話がてここてくるんだっていう On the one hand, on the other hand っていうのはこれも回答の根拠に関わることが結構ありますので必ず知っておいてくださいね、えー、片っぽのお手手ではこうですですねもう片方ではこうですっていうね、えー、そういう表現になりますもともとはこのね追表現だったんだけどこっちがね使われないでもうこいつだけで使われるようになったので、えー、だからこっちだけが有名なんですよはいもう一方で As <で> noted by a Japanese female airline captain 出てきましたほら Japanese female captain ですねここで来たっつってねはいまたこれでピューッってな、ね 反応してくださいねこれが述べられているように Japanese female airline captain が言っているように Japanese female captain が出てきたよっていうふうになってくださいね。Female pilots appear to be なんとかなようだってですね。ようだって、スターボーズのやつじゃないですよ大丈夫ですね。appear to do とか、seem to do とかってやつと同じですね。このようだ、better at ですね。これがより得意なやつ。be good at の企画ですね。Facilitating communication among crew members.Crew members ね。 飛行機のこういるクルーメンバーズのコミュニケーションをファシリテイト知ってますかフランスがやってファシールとかっていうのはこれイージーの意味ですねそれを容易にするっていうのがファシリテイトですね促進するとかっていうときに使いますねだからファシリテイターって言ったら司会者ですよね,ね進行役の人ですねそういうふうにこう容易にする進行を簡単にするコミュニケーションを簡単にしてくれるっていうとねそういうのが女性の方は得意なんじゃないのっていうですね これがこのジャパニーズ e a ーマルエア e c ンキャプテンが言ってたことですね。あずのって言ったですね、これも前に言いましたね、あずたす過去分子っていう表現があるんだっていうので、今は押さえておいてくださいね、はい。言ったようにみたいですね。 さあ、ジャパニーズフィーマーエアラインキャプテンというのが出てきました。で、これの例っていうのは一体何なのかっていうのを見てみますね。1番、アコントリビューションフィーマーパイロットス m a ルメイク the w o ワークプレイスですね。はい、問題ないですね。女性の方がうまくできることの話ですよね。女性のパイロットっていうのがワークプレイスにできるコン r i ビューションです。これも離れているので分かりづらいですね。まあ、関係代名詞の which の省略とかって思えばいいんですけど、元の形を考えてください。さあ、元の形を考えるとどうなりますか フィメイル・パイロットス・クッド・メイクのほら、メイクの目的語がないぞっていうふうに気づいてますね。大内さんですね。大内さんだけど、実はいると、実はウィッチで、それが目的語なんだっていうんで、元の形に直すと、そうです。メイクあこうですね。メイク・コントリビューション・ト o ってやつですね、ここに寄与するとかっていうねプラスの意味を表しますね女性がこれに寄与できるよって言います、えーまあ、コントリビュートとね to は相性がいいんですよコン r リビュー e っていうのが give の意味なんで実は与えるっていう意味ですねトリビュートアルバムとかね亡くなった人に捧げるアルバムとかってあったりしますけどあれですねなんで to と,と相性がいいですねギブなんで、ね、こういう風に貢献ですね女性がワークプレイスにできる貢献ですね ね、できるだろう貢献って言ってるので、はい、バッチリじゃないですか。女性ができることは思えてますね。ファシリテイトすることができるよっていう話をしていますね。で、二個目、a female pilot who has excellent skills to fly a plane ですね。plane、えー、をフライするすごい上手い人の例として上がってないですね。この人は。次<は>、a problem in the current system for training airline pilots、airline pilot をトレーニングするなんて話はどこにも出てきてないですよね。で、an airline employee who has made rare achievement、レアな達成ですね。めったにできないようなことをした人なんていう例としては出てきてない。 出てるのは1番だけです、はいまあ、これは消去法でもいけたと思うんで、まあ、46%ぐらいの人が正解したっていうことですねそもそも第6問までたどり着いてる人がどんだけいいんだと思うけどね適当にマークしてる人もいっぱいんじゃないかと思うんだけどはいであとはもうまとめですから最後までバーンって読んでいってしまいますよはい「若いです、ね、乗客がですねあ女性が飛行機操作するっていうのを見たら They come to accept the female pilot as a natural phenomenon こうするようになるって言うんですね come to 思うとか感じるっていうのと相性がいきますねこうするようになるんですねだから accept っていうのもそうですね。そうだと思うですからで accept a as b a equal b だっていう風に受け入れるこうだと思うってことですフェなメの現象ですね複数形は フェノメナですね。大事ですね。これ当たり前だ。当然のことなんだっていうふうに思うようになるよ。で、today's female pilots are good role models ね。role model ってよく使いますね。手本とか見本ですね。My grandfather was my role model とかってよく言いますね。私のおじいちゃんっていうのは私のとってお手本となる人だったんだよみたいな感じで使います。For breaking down stereotypical views ね。breakdown するわけですね。これを、まあ、解体するというか、ブックスみたいなね。はいですね。Stereotypical views を ぶっ壊すののいいお手本となるよ。And the traditional practices.、ね、昔からやってる行いですね。Practices. で、such as equal the need to stay home. 家にいる with their f a m i l i e s f a m i l i s と一緒にですねあ。大丈夫ですね。ここの stay home というのは、周りウイルスが広がっているからとかっていう意味ではなく、ね、家事をしてるとかですよね。家事をしてて子供を育てるとか、そういった伝統的な、ね、行いとか見方ですよね。そういったものを 壊すのにすごいいいお手本になるんじゃないの、女性パイロットはって言ってるわけです。まあそうですね、アジアっていうのはそういうのがまだまだ根深いですからね。で、offering flexible work arrangements as has already been done by Vietnam Airlines ね。はい、e x i b l e work っていうね、こう、重軟なってやつね、work arrangements っていうのをさせてあげる。 っていうわけですよね。子育てしながらでもできるようにとかですね、えー、そういったものでしょうねそういうのを与えてあげる As has already been done by Vietnam Airlines ってねえだ which みたいな感じですね。Which has already been done by Vietnam Airlines ねこうようにこうやってやっているようにみたいな感じですだからこれは関係者名詞の As って教える人もいるけどまあこんな感じでみたいな感じで覚えておいても全然大丈夫です Vietnam Airlines ですでにやっているようなそういったアレンジメントをするってことが may help increase help、ねえー、help の後ろに原形を置けるっていうのは絶対しとかなきゃいけないですね。これは必ず押さえておいてください。もともと to があったんだけど、それが取れちゃって置くことができるよって。で、こうするのに、そうですこう。役立つかもしれないって覚えておくといいですよ。国立大学を受ける人ですね。助けとなるとかでもいいんですけど、役立つっていう役は覚えておくと、後々役立ちます。はい、The number of female pilots、ね、female pilots を増やすのに役立つし、あとは encourage するのにも役立つ。encourage 人というですね。 Stay in the in profession ですねその仕事に残るよう奨励するよって言ってますね。はい。Encourage 人 to do 人がそっちする方向に向かうとかっていうのもやりました。大丈夫ですね。<noise> It seems that このようだっていう表現ですね。なんとかのようだっていう表現です。It seems that men and women can work equally well. です、ね、両方とも同じぐらいよく働くことができるよ。As airline、well, pilot、Airline pilot として、はい、だからどっちもできるんだって言ってます。 A strong message must be sent to younger generations。はい、younger generation に strong message が送られなきゃいけない。About this point ですね。このポイントに関して、両方とも大丈夫。女性が劣ってるなんてことではないよっていうメッセージを送らなきゃいけない。In order to eliminate。はい、eliminate でいいんですか。これも重要ですね。はい、そうですね。排除する、動かすです。The unfounded belief ですね。こういっ 根拠のないって言うんですねファウンドされてないファンドっていうのは土台のことですからファンド基金とかって言いますよねファウンドを設立するとかっていうので覚えてるかもしれないんですけどそうですだから根拠のない根拠のこの土台がないですよっていう意味ですまあいろんな他の表現もどうですか知ってますハイレベルだったらこういうふうにベースレスとかねベースっていうのが土台でしょそんな土台がないってあとは。 グラウンドですね。グラウンドっていうのもだいじゃないですか。だから、土台がないんですよ、両方ともねで。覚えやすいですね。だ、はいがない。だから根拠がないよって、こういうビリーフ、こういう信念。はい、どういう信念ですか。はい、同うう格のざっとスタートですね。また、簡単にはもう触れましたね。後ろ、動詞の時とかにザット説取れるやつが同格のザット取れるんだってね。expect that だったからさっき expectation that になってたし、ね、今回も believe that だから取れるわけですよ。ビューもそうですね。ビュー that って取れるから、だから同格のざっと取れるんだってっやつです。何でもかんでも同格のざっと取れるもんわけではないから、ちゃんと気をつけなきゃいけないよってっやつです。はい エアラインパイロットは男性であるべきだという根拠のないそういった信念というのをどうかすためにね。だからこのストロングメッセージですね。女性だって大丈夫だ、パイロットになれるよというメッセージは送られなきゃいけないんだって言ってるわけです。さあ、どれが全体のことになったかわかりましたねそうです。はい、いきます。デ、ね、ィスパイロッツにはネガティブな見方がありますよね。 they can be as successful can as as メイルパイロットと同じぐらい成功できるよ。はい、なの問題もないですね。バッチリじゃないですか。はい、女性に対してネガティブな見方があると、ステロタイプがあるけれども、実は女性だって大丈夫なんだ。パイロットとしてやっていけるんだよっていう話でしたね。 今、due to financial problems、お金の問題が原因で The percentage of female students in a pilot academy in Asia is too small アジアのパイロット学校っていうののパーセンテージが低すぎるです、ね、全然書いてないですね In the future, many countries worldwide may have to start hiring more female pilots like Asian countries ハイヤーしなきゃいけないは書いてますね将来的には多くの国はハイヤーしなきゃいけない でも、Asian countries ンンのようには間違ってますね。Asian countries ンンは低いんでしょ ?Worldwide では3%だったのが、アジアでは1%ですかアジアの方が低いわけですよ。だから、アジアのように雇っちゃダメですよ。低くなっちゃいますから。だから、ここはおかしいっていうふうに気づかないといけないですね。これに引っかかっている人が結構いたと思いますよ。はい、4番、There is little concern about、ね、心配事がない。Increasing female pilots in the future. 将来、female pilots が増えることに心配はないよ。because major obstacles for them have been removed。全然書いてないじゃないですか、こんなのね。 はい、この障害となるものはもうでにですねリムーブどかされたムーブされたってね全然イレミネートされてないじゃないですか今の段階ではね今の段階ではステレオタイプスがあるわけなんですよだからステオタイプスをどかすためになんとかメッセージを伝えなきゃっていうのが弊社の意見ですよね現在はあるんですよこのアブステクオーズはね現在あるアブステクオーズをどかすっていうのが解決策になってるわけですねはいということでまあこれ39%しか正解できない こういっただからただ段の読みでできるやつじゃないですかでこれもマーチとかのレベルと比べたらこっちの方が優しいですよねだからここの問題は取りやすいですね取りもんです。うん 落とすことのできない問題ですから確実に正解したいですね。きちんと、ね、段落番号も貼ってあるし説問も詳しく書いてあるで該当箇所を見つけることも簡単そして全体のトピックが分かっていれば分かりやすいですね。であとはまあ、ね、問題提起っていうのがあってその問題提起とそれに対してこういった解決策をしなきゃいけないんだっていうのもよくあるパターンですから長文のパターンね。長文ねただただ適当にね同じ文をね音読して何度も何度も読んでいけば大丈夫だって思ってる人が結構多いんですけどそれだけではダメなんですよ。読むきにねやっっぱパターンっていうのがあるわけ 解決策がおそらく出てくるんだろうなとかね先を見越して読んでいくことですね予想して読んでいくことっていうのを多分あまりやってない人が多いと思うんですけどそういうのを意識しながらやっていくと読むスピードが上がるんですよなんでそういったことも意識して読むっていうのをやってみてくださいでこう来てるんだからあきっと次の段落はこうだなとかねもちろん一語一語が分かるとか一文一文が分かるっていうのは大事なんですけどこういうふうに段落が来てるんだから次はこういうふうに話が進んでいくんだろうなっていうのが分かってくださいねだパラグラフリーディングってただただパラグラフごとに読んできゃいいってわけ ないですからねこの段落はこういう話をしているんだから次はこうなんじゃないかとかね段落と段落のつながりっていうのを意識するっていうのもとっても大事になってきますのでまあこれはねいずれ読解のところでもうちょっと詳しくはやっていくと思うんですけどもこういったことも意識してやってみてくださいはいこの動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いしますということ始まりましたいよいよ共通テスト対策講座リーディングも最後になりますね第10項になりますさあ やっていきましょうしまず、You're studying about world ecological problems.、ねはいまあ、生態系のなんか問題について勉強していると。で、You're going to read the following articles.You're g、ねはい、を読むよ to understand こう理解するために what has happened in Yellowstone National Park.Yellowstone、ね、National Park に何が起こったのかってやつですね。ね、まあ、アメリカの有名な。 北立公園ですけども、そこで一体何が起こったのかっていうのを見ていきます。さあ、説明を見ていきますね。The decline of wolves in Yellowstone National Park in the early 1900s resulted in, と書いてますね。はい、wolf ですね。wolf の複数形、wolves ですね。大丈夫ですかオオカミさんですね。リーフの複数形、leaves じゃないですかあれと同じですけども。Yellowstone National Park のオオカミの数が減った d e c l i n e D は cline は傾くです。これ後ろに傾けば、ですね。リクライニングシートですね。 ね、だから下に傾くつまり減ってったってことですね。で、in the early 1900s。それが resulted in ですね、はい。因果関係を表す表現は必ず押さえておきましょう。result in はこっち向きのやですね。In がです。がを見つけますね。その結果どうなったのかを判断します。result from だったら逆ですね。result in の場合は主語が原因で、in の後ろが結果になりますが、result from の場合は、from の後ろが原因で、こっちの主語の方が 結果になりますねで、まあ、何が起こったのか見ていけばですね。まあ、何かが減った、増えたっていうのがありましたね。これで大体わかるんで。ハンターの数が減って、ウルフニッコリーみたいですね。ウルフニッコリーですね、はい。ウルフ。<laughs> 狼です。はい、狼ニッコリーとか。ディク a s e あ、これはフレイルヘルとイン相性がい,いってありましたね。ランチュール、農場の人たちですね。数減ったよんで。で、ウィッチ・リデュース、減ったよ。ヒューマン・ポピュレーション、人間の数も減ったよ。ね エオクの数が増えたよ。で、それが、ウィッチダメージ a ローカルエコシステム、ローカルエコシステムをダメージ与えちゃったよんですね。何かしらマイナスのことがあったと。インクリスンダナンバーブツリーズ、はい、木が増えた。t r e トリーズンプランツズ、木とか植物が増えて、ウィッチヘ e e l エ t ク h i d イ。エオクが隠れられるようになったよみたいなんです、ね。みんななんか同じ形で書いてありますよね。もうね減った、増えたで、何かが起こったって、まあ、選択肢をわざわざ覚えなくても、かなり細かいところまで書いてくれてますから、そこを見に行けば OK ですよね。 で次が out of the following four graphs、ね、4つのグラフの中から which illustrates the situation the best ね、最も状況をちゃんと表しているのは何かっていうやつです でこういうふうにね、まあグラフの問題ね、まあ、センター試験でも昔からありますし、ティープとかでね、すごく好きなんで、やっぱりね、グラフ系は出てくると。こういうのはね、読み取れない人がすごく多いので、すぐに縦軸、横軸とかですね、何を表しているのかっていうのを分かるようにしてくださいね。えー、まずそうですね、ここが年代だっていうのがすぐに分かる。そして縦っていうのがエウクとですね、ヘラジカですか。えー、そしてオオカミさんっていうのが書いてあるわけで、Population of Animal Groups in Yellowstone National Park ですね。えー、だからここは、ポピュレーション、人口とかってやんないでね、えー、動物の人口とかですね、矛盾してますからね。そう答え 回数ですからねこれね。はいだからヘラジカの数ですね。エオクの数がこれぐらいでエオクはこの点線が表しているわけですよ。大丈夫ですね。エオクはこの点線が表している。そしてオオカミはこの棒線が表しているって言って数値はこれであるっていうのをすぐに把握してくださいね。グラフが何を表しているのかっていうのをすぐに読め取れないと時間かかっちゃいますからね。情報処理能力です。 はい次、according to the article, which two of the following tell us about the current situation in the park? はい現在の状況ですね。パークの状況ははいどうですかね。The order does not matter って書いてますね。二つ選んで順番はどうでもいいと。はいさあこれですね。まあ先に読んでもいいしえ、きちんとその現在の状況について書かれているところで答えを出しても構いません。で最後はタイトルですからはい全体ですね。ラッキーね全体は後で解けばいいっていうふうになりますよね。さあでは読んでいきましょう。 ギローソン・ナショナル・パーク、ロケティト・アンド・ノーデン・ユナイ t ステイト。ここに位置して、ロケテッドと発音する人もいますけど、そうですね、この辺ですね。はい、ねアメリカの、まあ、ちょっと西寄りの真ん中かな。でそれで上の辺りですよね。はい 世界で一番最初の国立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 国 i 国立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 国 s 国立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  n 立国立国立ね。立国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 立の立国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 い国立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  e 立国立国立 a 立国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 立 o 立国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  うっていう人もいいです As of December 2016.、ね、As of です、ね、何とかの時点でという意味です。これは過去の話ですけど、未来に使うこともできますからね。As of 2030とかですね。はい2030年からみたいな感じで未来にも使えます。で、A pack of wolves という言ですね。オオカミはパックで数えますので、群れのことをね。11の群れがインーパークにはいたと言ってるわけです。はいこの108ぐらいなんですが、いいですね。ここはヒントにならないでしょ。全部ほら。 108ぐらいになってますね。だからここは何のヒントにもならないです。だからグラフっていうのは、ね、ちゃんとね、相違点をね、意識しないといけないんですよ。特に、ね、ティープのリスニングとかね、グラフが出るときっていうのはそういうのを意識しないといけません。で、by the 1940s, however ですね。1940年代までに、however, wolves <Oops. S 1> had almost disappeared from Yellowstone National Park. です、ね、消えかけちゃってたんだよ。ほとんどいなくなっちゃってたんだよって言ってますね。はい、appear の逆ですね。現れるの逆は消える、d i s a p p e a r すね南海大学だったら、 なんて言いますそう「Vanish」っていう単語も知らないといけないですね。消える Today these wolves are back and doing well、ね、戻ってきてうまくやってるよって言ってますねだから1940年代にはほとんどいなかったんだけどでグラフの中に1940年代ないですからだからここで時に行かなくていいですね Why have they returned? なん、はい、でそれ戻ってきたんだろうって言ってますねさあそこを見てきますね当然なんで戻ってきたんだろうって言ってるから理由を書いてくれるはずですからねそういう風に読んでってくださいね目的意識を持って先を考えて読むようにしてくださいね The wolves numbers had decline by the 1920s 1920年代までに数が減ってったよって言ってますね。Through hunting そうですね。ハンティングすることによってですね。which was not regulated by the government.government government によって制限されてなかったんですよ。規制されていなかったって言ってますね。だからハンティングでみんなバンバンバンってってね。オカミを打ち殺しちゃったわけですね。で、h e ranchers on large farms.farm に行ったランチャーですね。農場オンと相性がいいね。farm は。 で、そこの農場の人たちっていうのが Raising cattle、ね、牛とか育ててたし、Horses ね、はい、馬とか、And sheep ですね、で、sheep なんかを育ててたって言ってますね。はい、あ,あ、そう、sheep っていうのは単数形も複数形も同じ形ですから、sheeps じゃなくてそのまま sheep って言いますね。They did not like wolves ね、はい、wolves が嫌いだった、because they killed their animals 大丈夫ですね。はい、they が指すのは、そう、オオカミですね、wolves で、この e あは ランチャーズですよ、はい、間違えないでくださいねそうでしょ狼が狼のアニマルを殺すも変ですしランチャーがあるです、ね、農場の人が農場のアニマルを殺すっておかしいですからだから狼が食べちゃうからだからやだったで when the wolves were on the point of being wiped out by hunting ハンティングによってワイプアウトですねもう完全にこう消し去ってもう本当に 全部全滅みたいなですね。えー、いうののそこのポイントに来てた時ですね。もうまさに消えそうなポイント、消えそうなところだった、間際だったっていう意味ですね。このねその間際だった。あッとでも OK です。あったポイントでも OK ですね。みんな本当絶滅させられちゃう、みんないなくなっちゃうよっていうそういう時に、うん、another problem arose ですね。はい。別の問題が出てきたです、ねはい。何かしら問題が出てきた。はい。一、え、体、ー、どんな問題だったら。 The elk hearts increased in numbers. elk っていうのがさっき言ったね。エラジカですけど、エラジカの群れは hard って言いますね。increased in number. はい。数の点で増えてた。だから数が増えたってことですね。で、elk a large species of deer。deer の種類なんですよ。 で、スピーシーズも気をつけなきゃいけない。これ、ア・スピーシーズですよね。これ、S ついてくる、これ、単数ですからね。これ、単数も複数も同じ形をとるので、だから、ア・スピーシーズって言えるし、トゥ・スピーシーズって言えますからね。気をつけなさい。アと S が両方ついて、ア・スピーシーとかってやっちゃう人いるので、間違いないよね。エオクっていうのも同じで、単複同型です。単数形も複数形も同じで、複数扱いでここでやってますね。エオクスというんじゃなくて、エオクアーってなってるでしょ。ね、複数扱いです。 エルクは、ウォークの国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 の o の国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 で国の国の国ですね国の国、ね、の国、ね、の国、ね so、の国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 のすの国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 が国の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 国 e 国の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 国 e 国の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 ですね。そこの生態系を By eating many plants。 多くの食物を食べてる意味わかりますねそうウーフがエルクをバンバン食ってたわけじゃないですかでもウーフがいなくなってハンティングによってでウーフがいなくなったことによってエルクが増えちゃったわけですね。 でそうするとエルクっていうのはそこにあった植物を餌としてたわけですから鹿ですかね草食ですよねでそこで食っていってたら植物がどん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 減ってっちゃいますねだから生態系がやばいことになったってやつですこのストーリーはよくあるトフルとかでもしょっちゅう出てきますねである動物を殺しちゃったらそれによって捕食されてたやつらがガンガン増えちゃって生態系を乱すみたいなのはしょっちゅう出てくるんですよこれね p e o p l e may like to see elks エルクを見るのが好きかもしれないけど サインティス・ウォール・ウォール・ディバー、シンパイ・シティル、ダメージ・カウソ・ large population はいですねすごく個体数が増えた。そのことによって引き起こされるダメージを心配してますよ。ダメージですね。基本は不可算名詞で出てきますね。はいということで、はいウォーフが減りました。大丈夫ですね。ウォーフが減ったんだけど、エルクが増えて、今度は生態系がヤババババっていうやつですね。はいハンターの数が減ったじゃないですね。ハンターが減って、 ウルフニコニコニーじゃありません。ランチャーズの数が減った違いますね。はい、インク h e n u m b ナンバーオ l クそうです。エオクの数増えました。そして、ウ h ダメタローカルエコシステム。そう、これが正解じゃないですか。ね、<laughs> 植物食いまくっちゃってヤババババんですね。はい、で、インク number ナンバーオ e s a リーザンプラン s 減ってますね。エオクが食ってったから減ってるんで合ってないですね。はい。バッチリじゃないですか。これは簡単ですよね。ということで、 ウルフを減らしたらですね、とんでもない問題っていうのが起こってきてしまったって言ったら、ほら、to solve this problem、ね、問題出てきたら問題解決する。ね、この関係見えてますか、ね、こういうふうに段落同士のつながりっていうのを意識してくださいね。The US government announced, US government announced. their intention to release young wolves brought from Canada. カナダから連れてきた。 若い狼さんたちを話そう。狼さんたちを話してエウク食わせようということですね。捕食させて減らそうということですね。そういった意図があるよっていうのをアナウンスしたと。うん、It was hope that, です、ね、こうだっていうふうに望まれている意図だと。 ウォー w o ウォルハンティエ h ク、エる、捕食して、and help bring down the population。<music> それによって、help、はい、やりましたね。help、原型、bring down the population。個体数を減らすのに役立つ、そういう助けになるっていうふうに思ってた。<music> However、はい、でもダメだったんですね。 because many ranchers were against bringing back wolves そうですねランチャーの人たちはい、農場の人たちは wolf 来たらそう自分たちのさ牛とかさ馬が食われちゃうよね。だからやに決まってんじゃないですかだから反対するわけですよ many ranchers は反対 bringing back wolves wolves、ね、戻ってくることに反対 against ですね against の反対は for ですね賛成ですね for in favor of でも e m オッケーですね in favor of 何々賛成 for 何々 賛成、against は反対ですね。で、it took about twenty years for the government and the ranchers to agree on the plan。すげえ、二十年かかったんですね。It takes 時間 for government と ranchers が agree on 意見の一致ですね。agree on ですからはい、plan にこう合意してこう一致してね、ok この plan で ok っていうのに二十年かかったと。a n nineteen seventy four 千九百七十年、a team was appointed ですね。任命されたってですね。アポイント n 人 TODO の受け身ですね、はい、ティームが任命されました。ポイントってほら指さすだから、ね、だからあなたやれってことですよね。オ e r s e ーですね。監督する上から見るっていうやつですね。ティームが、ちょっと1個の動詞にしちゃいますね。もうしてはい、これを見なさい。r e i n t Reintroduction ですね。またウルフを入れるっていうのの、それの監督をしますあ,あ監督だからオ r s e シ以外にも。 スーパーバイズなんていうことができますねスーパーパは上、バイズは見るですね。ビジュアルとかのやつですよ、ね。これも監督するっていう意味ですね。スーパーバイザーとかってね、上司とかっていうのも出てくることはありますよね。こうやって指名されたわけですね。任命されたんですよ、あるチームが。 で、the government published official recovery plans, ね、はい、recovery plan っていうのを出しました。In、1982, 1985, and finally in 1987. というふうに何回も出したんですね。After a long period of research, research、ね、が行われて、an official governmental impact statement 環境へのどういう影響があるかっていう声明が出されました。was issue ですね。はい、issue 出す。受け身になっているので、逆向きの矢印にしますね。これが出されました。issue はこの出すっていうイメージを持っておくといいですよ。 で、and 31 wolves were released into Yellowstone from 1995 to 1996 1995から1996年に31体放たれましたねだから1996年にウルフの数は増えてないといけないんですね3番ウルフの数がといす 減ってますよね放たれてるのに4番ほらウールフの数が減ってますよねだからこいつおかしいと思ってくださいねそうこうやってきちんと消去法できましたで This project to reduce the number of L 数を減らすプロジェクト A great うまくいったんですね。だから、減ってるはずですね。エオクの数っていうのは。By 2006,2006、はい、2006年までに、The estimated こう外産とかっていうのが見たわけですけど、Estimated wolf population in Yellowstone National Park was more than 100。100ぐらいになって増えてる,といてえてると。そして、エオクの方は減ってるわけですよね。絶対ね。さらに、observers believe that です、ねはい、見てる人はこうだと思ってるよって言って、The wolves have been responsible for です、ね、はい、これの責任があるってよく習いれますね。be responsible for ですね これの責任があるってことはですよ、こいつが原因だってことですよね。因果関係が生まれるんですよ、ここに。因果の関係があるんですね。d e c l i n e i n the elk population, elk population の。で、そうでしょこれ、失敗したのはお前の責任だってことはお前が原因だって意味でしょ d e c l i n e i n the elk population, エルク population が減った。 っていうのの責任があるってことは、ウーフが原因で減りましたですね。因果関係。減りましたよ。from nearly 20,000 20, から less than 10,000まで減りましたよ。During the first 10 years following their introduction, それが放たれたわけですね。ウーフが放たれたことによってのその10年間で減ったって書いてあるから、これわかりますね。 この放たれたこと、九十六年に放たれたことによってウルフが増えてエルクが減ったって書いてあるのでこれがぴったりですね。だからこれはもうずっと減り続けちゃってるじゃん。だからダメですね。入ったウルフが入ったことによって二千から千になったんですから、はい。だから一はおかしいっていうのがわかりますね。で、はい、この問題はそんなに難しくないんだけどね。ただやっぱねちょっと正答率が低いよね。三十六パーしか正解しないんで。 もっと取れてほしいねやっぱ第5問飛ばしてね第6番に入ってた人たちは取れたと思うんだけどやっぱ終わんなかった人が多かったと思いますね。ね第1問とかもねそんなにね難しくなかったんですけどね第1問はまあ55%ぐらいでしたからね意外と半分ぐらいでしたね。

ハンティング・ウォーブズ・ビカーズ・ウォーブズがパーシーブ・アズ・こうだと知覚されているですね。パーシーブ・アズ・ビーですね。こうだと思われているよ。ア・トレッド危険だっていうふうに思われているから、ハンティングをすることっていうのは may seem、like an ですね、当たり前のソリューションのように思われるかもしれないって言いますね。こういう形です、ね。やめとしてて、ね、同名詞の中に because 入れるんだもんね。すごく分かりづらいよね。 でこれがワイルドの塊がここまで。It may cause new problems.、ね、新しい問題を生むかもしれん。また問題出てくるの ?As a study published in 2014,2014 2014年に出された研究、suggested、はい、これが示しているように、Hunting wolves might increase the frequency of wolves killing ranchers' animals. ウルフを hunting することによってこれの頻度が増えますよ。はい、何の頻度が増えるんですかって言ったら、ウルフが増えますよ。 を増やしますよ。えー、そうなんだ。i t s the reader of a wolf pack, ウルフの群れですね、オオカミの群れっていうのの、リーダーが殺されちゃったら、the pack may break up, そ、so、の群れっていうのが解散すると。で、ね、smaller packs or individual wolves、分かれた群れとか、あそれぞれの個々の wolves っていうのが、then attack rancher's animal, rancher's animal v e s を攻撃する hunt ない。で、る数には 限りがあるって言ってて言ますねリーダーを殺しちゃったら攻撃される可能性が出てきちゃうから、ハンするのは気をつけなきゃいけないと数は。Such measures are important. そういった措置、対策っていうのは重要ですよ。So、for long term management of wolf populations, w o l populations を長い期間、ちゃんと取り扱うのよねっていうふうに言って終わっていますね。<laughs> やっぱね、バランスを取るっていうのは非常に大事なんですよ。これもトフレもよく出てくるんだけどね。 ウルフを、ね、バーンって導入してさあエルクを減らすってやったら今度は、ね、ウルフが増えすぎちゃってとかですねそういう問題が起こるとかっていうのはよくあるわけですねそうだから生態系をコントロールするっていうのは、ね、結構大変なんですよさあはい現在のパークの状況っていうのはどれかですねはい More travelers visiting the park than years ago. どこにも書いてないですね増えてるようなんて書いてないですね One species was saved, but another has become extinct instead. です、ね、ある種族っていうのが守られたんだけど、別の種族が絶滅してしまった。これ、another species ですかね。っていうのが extinct、エクスティンクト絶滅ですね。してしまった代わりに、どこに書いてありましたエルクを守ったためにウルフが絶滅したとか書いてないし、ウルフを解き放ってエルクが絶滅したなんて、どこにも出てないですね。 そうですね、書いていましたね。また、ハンティングが始まったよって言いましたよね。ハンティングの wolves is even l o u d e r again っていうふうに書いていますから。 ここが回答根拠になりますよね。4番。The park has both wolves and elk as well as rich vegetation. はい。これがまあ一番バッチリじゃないですか。ウルフの数もちゃんと保たれてるし、エルクの数も保たれてて、えそしてベジテーションですね。ベジテーションというってのは知らないですかこれ植物ですね。まあ、ベジタブルで知ってるかもしれないですけど、rich vegetation。あ、これだって expensive の意味じゃないですよ。rich っていうのは、ね。豊富なってことです。だからえ、植物も豊富にありますよって言ってます。こっちのグラフからもわかる通り、エルクとね、保たれてるわけですよね。数がね。 これ減っってててプラン戻ってきまてますすかかららねねローバックしてますから、ねはい、5番 There is a new rule to reduce the elk population in the park. エルクのポプレーションを減らす新しいルールはないですねあの。ウルフをハンティングするのはありますけど、エルクのポプレーションを減らすっていうのはないですね。で、これの生徒率がめちゃくちゃ低い17%ですね。うーみたいな読めないのか、ここって思うんですけど、まあもしくはね、ここまでやっぱ全然たどり着かなかったって人も多かったと思いますね。はい、最後、ベストタイトルですね。タイトルは一体何 ランチャーズのアニマルが減ったのはルーフが増えてだいぶ序盤の話だよねで減ったっていうのは、ね、書いてなかったよね怖がってたけど、ねはい。自然のバランスの問題っていうのの対策ですね対策をすること対応することっていうアドレスですねこのアドレスは知らないといけませんね えー、まあどっかの授業で話しましたよねそっちの方向にドレスまっすぐ行くディレクトだって言いましたけどそうねそっちに向かっていくっていうので対応するっていう意味もあるよって言ったやつですはいこれが正解ですね、まあ、これは51%で結構できた人もいるかもしれないですねこれ見るとねちょっとこ,れこうやって見るとウルトラマンを描きたくなっちゃう。 どうで,もいいです、ね、はい。で、ネイチャーのバランスの問題に対応する、応対するっていうのが正解ですね。3番、r v a t i コンサ r ー,ーション t ラン w o ール d 世界中のコンサベー,ーション自然保護ですね。世界中じゃないですよ、これね。イエローストナショナルパークの話しか出てないですね。コンサーブ、サーブっていうのが何かを取っておくだっていうのは知っておくといいですよ。 リザーブとかから席を取っておくとかさ、リザ a t ションでしょ、ね。プリザーブって言ったら、ね、保全しておくとかね、自然保護、コンサーブ、プリザーブね、取っておくっていうサーブ系ですね。で、リリースングエルケン・ナショナル・パークエルクを放ったんじゃないか、ウオフを放ったんですよ。はい、ということで、まあこれ消去法でやってもだいぶ優しかったんじゃないかなと思いますね。そう、全体を聞く問題はね、優しいことが多いので、まあできた人が多かったんじゃないかなと思いますが、まあやっぱ細かいところね、複数の回答があるやつとかっていうのはなかなか大変だったんではないかと思います。ただ、まあやってて多分分かったと 思うんですが第6問実際共通テストが行われてみないとわからないですがかなりやっぱ普段のの、ね、読みでできる問題が多かったと思いますのでききちちんんととと箇所を見つけててそこのの部分をきちんと読めば正解がが出せるっっいいうのが多かったと思いますえ前の問題とかに出てきたように、ね、いろんな情報処理をやんなきゃ答えが出ないつらいつらいみたいな感じじゃなくて普通に読んでけばいける英検の最後の方の問題みたいな感じになっているのでこれは普通に勉強しててもね大学入試の一般入試のこの次第の勉強してたり国立の勉強して,て でも全然対策になると思いますのでやっぱり重要な対策っていうのは情報処理とか推測しなきゃいけないとかね照らし合わせなきゃいけないとかやっぱりそこら辺をきちんと対策しなきゃいけないどうやって解いたらいいのか自分はどうやってやったら早く解けるのかスキャニングすることできるのかですね必要な情報を見つけてくるっていうことができるのかっていうのを意識しないといけないっていうのが分かってもらえたんじゃないかなと思います。プラスでで次第だっったりとととか国立立ににもちゃんと役立つようううう先のここをを考考ええてて読むっていいすね方 これからは読むようにしてください。段落と段落のつながりとかね。あんまり意識しない人が多いと思うんです。問題が来たら解決策が来るとかね。なんでなんだろうって問いかけがあったら、次には理由が来るとかね。そういう風うに読めるようになってください。対比とかね。そういう関係性ね。文と文との関係段落と段落との関係っていうのを意識してください。そうすることによって読みがより深くなって、さらには先を予測できるので、早く読めるようになるので、こういったことも意識しながらやることをお勧めします。え、色々速読の話はしてきましたが、そうです。まあ、問題意識を持って時に。 重要ななんですがが読もないいししろにしないでいく、ね、やっぱりきちんとその該当箇所を読めないといけないのできちんとその該当箇所の文を読み取れるっていうのは大事になりますのできちんと精読も大事速読も大事ですね両方の力を養っていくっていうのが大切になりますのでこういったことを意識して勉強していってください。はい、この動画良かったら高評価、チャンネル登録よろししくお願いします